はい、どうも、こんばんは。それでは、土曜日のゆるめのライブを始めたいと思います。よろしくお願いします。あ、皆さんもいらっしゃって、ルールさん、こんばんは。作業しながら忘れないように背面待機ありがとうございます。巨大不明中小概念特設災害対策本部、巨災隊ですね。堀池ヒットスペシャルはちょっと、まだですね。はい。コメラティスペクトではないんですけど、まあ、土日間をね、土日は緩めにやるっていうのを出そうかなと思って。グレードヨスさん、こんばんは。ヌルさん、こんばんは。ケツケさんも、4893さんもこんばんは。シャバさんもこんばんは。ということでですね、はい、やっていきたいと思います。で、今日別になんかやらなきゃいけないっていうことはないんですけど、今ね、何でしたっけ、東大教授の誰だっけ、スマホどうしたっけ、これ。田中東子さん、東子さん、東子さんね、速攻で特定されそうな感じですよね。何の特定だか僕には分かりませんけど。声は違う。そうなんだ。ね、牛じゃないですよ。犬、ダルメシアン犬です。田中とかずっと思ってたんだけど、休憩。まあ、思想的にはあっち側の人です。大学教授は結構みんなあっち側ですよね。あ、秋月さん、こんばんは。じゃね、ありがとうございます。竹山さんね、これは違うんですよ。違うんですよ、つってね。しまってね、これをこうして、で、OBS を出して、で、今日は、あんまり気合を入れずにですね、またありやりましょうね。またあり。で、一応毎回言っとこうかなと思って、長生きして文章をいっぱい書きたいんで、僕はもう長生きしますよっていうのと、あと、ハニートラップが来てスキャンダルになったら僕は開き直ってですね、ハニートラップには負けないっていうことだけ毎回宣言しておこうかなと思っていて、ハニートラップちょっと食らってみたいですよね。なんかどういう、結構心ときめくシチュエーションのね、なんかイメクラ的な感じなんですかね。わ かんないですけど。はい、つうことで、今ね、とりあえず何からやろうかな。とりあえず、たくさん楽しむべきでやってね、黒板勉強会、お疲れ様でしたということで、48933さんも参加していただいて、マッキーさんとかね、ヌールさんもいらっしゃったんですけど、黒板、勝ったと言うけど、何にどう勝ってどうなんだっていうのはさっぱりわからんというね、庶民の意見としてあったわけですよね。それを、みんなでですね、集合地で、というか、勉強して、なんとかね、なんだろうね、一応、なんとかなったかなと思うんですけど、それでね、ヌールさんなんかも動画作ってくれたし、やっぱ勉強会には意味があったかなと。ヌールさんの動画ね、ちょっと今、パッと貼れないんですけど、うちの西葛西出版も紹介していただいてますし、すごいね、やっぱ、ヌールさんって、今コメントしていただいてるヌールさんですけど、やっぱりすごい頭のいい人なんだなと思ってですね、頭悪いと、頭悪いっていうのは、今、スペースやるのやらないのって騒いでる人たちとかは、やっぱなんだかマジで分かんないと思うんですよ。なんだか、本当に全能力を使っても、何、
何において戦って何で勝った負けたのか分かんないから、とりあえず暇空だから間違ってんだろっていう前提で話をするしかないんですよね。でもまあそれだと戦争には勝てないんですよ。暇空さんが何に強みがあって何に弱みがあるのかっていうのを分析しないと勝てないわけですよね。だからあの人たちは必ず負けるんですけど、ね、物理だけはぜひお気をつけいただきたいところですけど、お疲れ様でしたということでですね、まあうちがやるならこのスタイルかなとというのは思いましたね。速報系時事系は疲れますしんどいですね。やっぱ赤毛レイヤーさんみたいな不屈の魂がないとできないですよね。なんかわかんないけどあの人借金でもあんのかってくらい頑張りますよね。あんだけやれるのはやっぱ本当は半端じゃねえなっていう感じしますよね。うん、でなのでほどほどにと、いやもうどんどん使っていただいてですね、結局これ大元は暇空さんなんで、暇空さんがね情報を拡散してほしくないっていうんだったら、まあ言っても別に公開してんなら拡散して別にいいんですけど、まあちょっと検討の余地ありですけど、まあね、デマになっちゃうとか間違った理解したらいけないですけど、自分たちなりに一生懸命考えてやってね、それを発表するのはいいことだと思いますし、うん、それこそ中田敦彦さんのチャンネルとかよりはよっぽど勉強してますよねね、あれだって 1,2 冊本読んだだけでしょね。黒梅はさすがにちょっと4時間ぐらいかかりましたけど、4時間6時間喋ったのか俺、あれはさすがにちょっと疲れましたね。おかげでまだ原稿終わってなくてですね、原稿明日までなんですけど、あと1万字、まあ、ちょっと現実逃避してですね、この格好して後でビールも入れながら、ちょっと暑いフードは暑かったですっていう感じでね、やっていきたいと思います。ヌールさんの動画ちょっと探してこようか。ヌールさんの動画のね、非常に素晴らしいのはですね、まあ一つは立ち絵がガールズバーにいたら指名率 100% ぐらいの感じなんですよ。ちょっと待って、それ個人的なあれが出てますけど、チャットにも貼りますね。チャットに貼ってもしょうがない、概要欄に貼っとけばいいか。チャットに貼るとね、この動画から押した瞬間いなくなっちゃうから、アトップチャットになってるのかな、あれあれで一応トップチャットじゃなくて全てのチャットにしとこう。で概要欄に貼りたいけど貼れない、あった。我の勉強会をつまんでいただいて作ったヌールさんの動画と。もう本当ね、集合値ってめちゃくちゃ強いんですよね。一人でやることなんて限界があって、まあ天才の発想みたいのはねあれですけど、集合値でみんなでちょっとずつ勉強していくっていうのがやっぱ最強なんだよね。固定コメントでもいいんですけど、まあ動画見終わった後に見てくださいねぐらいの感じで概要欄にしておきます。国家賠償法会は楽しく勉強させていただきました、ありがとうございます。まあな、結構舐めてましたね、やっぱり国賠を脳みそ引きちぎれそうになりましたね。でも結構いい久々にいい運動をしたなっていう感じはありますよね。あれやべ、ゴールデン街で飲みに行くってお店開いてるって DM したら、開いてるよって今帰ってきた。ごめん、今俺犬の格好して YouTube やってんだ。よいしょ、今日はいけないよ。あ、チリクさんこんばんは。まあ、ヌールさんもかなりちゃんとやりましたよね。下手したら時事系の中でナンバーワンじゃないですかね、VTuber さんの中でね。まあクオリティ底辺はね、僕の愛するコバヤティですけど、大体ね、
ブル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 とか言ってますからね。はい、ということで、特定終わったんかな、そういや。特定は、あれ今これ、ヌールさんのやつ映ってる。あ、こそ、これヌールさんのこれね。ちょっと待って。あ、また流れちゃった。OBS どこだ。この立ち絵が、立ち絵が、最高なんで、皆さん、この立ち絵だけでもね、見に行っていただいてですね。はい。ぜひよろしくお願いします。収益化組では最弱。まあね、収益化とかね、全然そんな、言うほど稼げるもんじゃないですからね。あ、ボアダムさんも、この前の勉強会以来ですね。ありがとうございます。マーディアさん。メリダさんだ。メリダさん、こんばんは。なぜダルメシアンかは、もう土日だからですね。あら、いいね。ヌールさんか。そうなんですよ。ヌールさん、いいですよ。はい。あちじくさんもこんばんは。チョビルさんもこんばんは。はい、なんか人が増えてきた。すごいっすね、このテーマはね。そこへ系、時事系はやっぱなかなか大変なんですけど、やっぱり難解かつ重要なことを学んでいく、情報を整理していくと。やっぱね、細かいですよね。細かいっていうか、にわか勉強では到底対応できないぐらいいろんなややこしいことが起こっているんで、なんていうのかな、やっぱ半年かかりますよね。僕1年ロムってたわけですけど、ちょっとこの先はこうやってライブとか放送しながら勉強していって、まあ、結構間違えるとは思うんですよ。何個か間違えていて、大きいとこじゃないんですけど、まあ、そういう間違いを減らしていくように自分で書いてアウトプットすると間違いなくなっていくからね。そういうのをねやっていきたいですね。でその上でちょっとずつ文章を書いていって、やっぱ最終的には本にするっていう必要がありますよね。よいしょ。ウェブの資料を作っていきつつ勉強して、最終的には書籍にしていくと。まあね、なんだっけ、角川から発売中止になった、何でしたっけあれ、フェミニズム貫かれた、貫かれたなんとかでしたっけね。あれがまた脅迫来てましたよね。ちょっとやっぱね、うちも来るでしょうね、いずれね。ハニートラップなら別にね、来てもらってもいいんですけど、そんなガツガツで手出す元気もないんで、こっちは。42歳だからね。で、まあ、ちょっと楽しい体験できるじゃないですか。お、ハニートラップ来たぞっつってね。見抜けないとえらいことになりますけど。いつもより回転数を落としてお送りしています。土日なんでね、あんまり黒板の時はあれフル回転なんですけど、まあ、調べながらだから喋るのそんな早くないですけど、一応フル回転はしてるんですよ。で今日はちょっとわざとちょっと落としてやってます。黒板の話、まあ、ちょっと雑談気味に、避難所 VS ひまそらあかねは開催される、これ開催されるんですか、これ結局どうなったんだ。ちょっとツイッターで見てみようか。避難所さんも対話罪なんだっけ、これ知らないんですけど。今日は昔の悪い癖が出ました、ごめんなさいって書いてる。どういうこと、今は間違いを止めてくれる人たちがありがたいです。やんねえのかよ。やんねえのかよ。もうなんだそれ。へえ。
するにこれあれだよね、仲間からするともう 100% 負けるからやめなさいっていう話ですよね多分ね。まあしょうもないですねなんかねしょうもないしょうもないですよ本当に。もうやっぱり同じ土俵で戦っちゃいけないですよ、もう超人対決なんでね、うん、ね、怒られたんでしょうね。みんなやっぱりね、社長さんあなた素敵、あフィリピンね、フィリピン好きね私ね、フィリピンラブね、アフター行くねみたいなね、分かんないですけど、うん、まあ結局無能な味方っていうのは有能な敵よりも厄介だみたいな言葉がありましたよね。だから無能、ひまそらさんも仲間にいたせいで危うくやられかけたわけじゃないですか。であっちに彼がいることでね、今回もこれもし裏垢が大学教授本人だって特定ついたら大学内です、超やばいですよこれ。大学ってそういうのすごく嫌うんで、名前が出るだけでも嫌だと思いますね。もう東大教授なんてもうパーマネントって任期付きと任期なしがあるんですよ大学の。俺のツイッターが表示されてる、消しとこう。あ、スナックじゃんけんぽんが出てます。最近全然行けてないですけど、スナックじゃんけんぽんはですね、もう36年とか同じママがやってるお店ですね。船堀であるんですけどね。大学教授はまあ任期なし、一生の仕事、ステータス最強、給料まあまあって、こういう感じなんで、研究者の最終目標は任期なしの教授になることと、まあ任期なしですけど教授だったらね。なんで要するにもう最終目標にたどり着いてるんで、マイナスが嫌なんですよね、うん、マイナスになることが嫌な状態なんで、まあ名前が出て何の意味もないというかですね、もうひたすら嫌だと思いますよね。まあ、大学の教授って敵もいるんで、敵にほじくられるしね、そういうとこね。ね、まあ、仮に鈴木さんって教授だとしたら、鈴木さんはさ、ネットに裏垢作ってそういうことやっちゃうから、やっぱリスクあると思うんですよ、みたいなことを教授会でいちいち言われたりするわけですよね。うわーって感じですよね、多分ね。うん。暇沢さんがスペースを受けないというか、ブロックされてるから無視されるだろうと思って行ったんだろうなと。スペースすることには何が得られるのか、何を失うのか。もう何にも考えてないでしょうね、あの人だとね。やっぱもう難しいですよね。もう最低限この戦いに参加するのに必要な IQ っていうのがやっぱあると思っていて、まあ、それが具体的にいくつなのかっていうのは言えないとこですけど、まあ、平均が100だとしたら、まあ、110以上みたいな、そういうとこはありますよね。うん、ね。で避難所でしょ。ミラージュさんね、ミラージュさん僕は名前が出てる人で間違いないかなって思いますけどね、わかんないですけどね。で堀口くんと、最近ね滑舌をもうちょっと良くしようと思っていて、で僕堀口秀俊っていうのは苦手なんですよ。堀口秀俊、これ堀口ちひひでとしってあの異様が多いんですよね。だから全然なんか噛みまくるから、なんで俺こんなに堀口秀俊を噛むんだろうと思ったら、もうそのせいですね、異様が苦手なことが、異行でいいんだっけ、異段かなが苦手なことに気づいてですね、最近はもうお風呂で堀口秀俊、堀口秀俊、カエルぴょこぴょこ、ミぴょこぴょこ、合わせて堀口秀俊、堀口秀俊、堀口秀俊っていうね、こういう練習をしてますね。
そうするとなんかこの辺が突っ張るんで、多分この辺の筋肉が足りてないんでしょうね。もうちょっと喋りが上手くならないといかんなと思っていて、ラジオ局の番組とかやりたくないんですけど、あの拘束時間がえぐいんで、お金はねまあまあですかね、まあまあレギュラーで持ってたら結構暮らせるぐらいはあると思いますけどね、うん、まあまあですよね、うん、分別ある人はひまそらさんとスペースとかしなそう、ヒデトティさんはさすがですねというね、まあ逃げたの確かに神回避っちゃ神回避かもしれないですけどね、まあ逃げた後絡まなきゃいいんですけど逃げながら絡むと、だから二頭追うものは一頭も得ずですよね、逃げるということと戦うという攻める点を取るっていうことを両方同時にやろうとするとそれはなかなかできないんですよ。だから逃げながら戦う、逃げながら戦うなと、負けると。これは親父は嫌いだけどお金は欲しいからパパ活っていうのと、親父がこれはだから逃げながら戦うとね、親父が大好きでお金も大好きな、あなパパ活ひたすら攻めひたすら攻め、こっちは勝てるわけですよね。いつも僕言ってるんですけど、戦術目標をはっきりしないとダメなんですよ。逃げるなら逃げるですよね。で逃げるために必要なら戦うというかですね、射撃をするなり威嚇するなりすればいいんですけど、そのなんか逃げんだか戦うんだか自分でも決めてないで戦いをしてるとですね、まあ、特にひまそらさんなんか相手だとまずか負けますよね、うん、大丈夫、聞きやすいですよ、ありがとうございます。やっぱね、自分の中でまだやっぱりもうちょっとはっきり喋らないといけないわけですよ。なんだっけ、日本放送か、日本放送に出た時に、大の字の大谷さんの番組だったんですけど、聞きますだったかな、その時アナウンサーの方と一緒にですね、共演というか同じ部屋で聞いたんですけど、女子アナウンサーさんはやっぱね、こう口をはっきり開けて喋るんですよね。テレビのアナウンサーさんはそこまではっきり開けるとやっぱり可愛く見えないせいかもしれないですけど、まあですね、そのラジオのアナウンサーさんはもう対談相手と周りのギャラリーに対する印象を考えてやらなきゃダメだよなってこう正しく発音するんですよね。数こなせば自然に上手くなると思うけど、おっしゃる通りなんですけど、それだけじゃなくてやっぱ基礎トレーニング大事だなと思ってですね、試合、野球の試合にだけ出てれば上手くなるのかっていうとそうでもなくて、やっぱ練習は必要なんですよね。どっかあったかな、昔ねこれ見て練習したんですよね。OBS はどこ行った、 OBS が行方不明なんだ、このデスクトップあった、これね、見せる声の作り方っていうね、声のことを本で読んで、まあこう舌をこうやりましょうとかね、毎日ウイロウルアメンボアカイナアイオエオとかねありますけどね、これでね超絶難易度のやつがあってですね、これがめちゃくちゃ面白いんですけど、そりゃ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 回ってきたわ回ってくるわ、あわやのんどさらたな絶に、崖差し音浜の二つは真の軽重、会合爽やかに、赤さたな浜やらは小外のほもよろを、一つへぎへぎにへぎほしはじかみ、ボンコメボンゴメボンゴボウ、積み立て積み豆積み残暑、車窓山の車窓城、小ごめの生紙小ごめの生紙、今小ごめの小生紙、シュスヒズズシュスジャーって、こういうね、めちゃくちゃ絶対噛むやつがあるんですよね。なんだっけこれ。ゲロウリ、ウイロウ、あ、これウイロウリだ、あ、ウイロウリか、あー、皆さんご存知だ、それでウイロウって言ってたんだ、桜ウイロウかと思ったね。これを昔ちょっと練習したことあるんですけど、めちゃくちゃ難しいんですよね。
たぬき100匹、箸100膳、天目100杯、棒800本、ブグバグ、プグバグ、ミブグバグ、合わせてブグバグ、ムブグバグ、キククリ、キククリ、ミクククリ、合わせてキククリ、ムクキククリ、みたいなね。こういうのを、やっぱりやるとやんないで差が出てくるでしょうね。僕も喋りのことは、ハトトカっていう昔やってたチャンネル合わせると9年ぐらいやってるんですけど、それでもまだやっぱ下手だなと思うんでね、もうちょっとなんとかしたいですけどね。滑舌はね、悪いんですよね。まあ、キリがないですから、これね。その素敵さに憧れるっていうね。はい。まあ、そこじゃねえっちゃそこじゃねえんですけど、まあ、なんか個人的に気になるんですよね。あと、ちょっとずつ積み重なっていく方にした方がいいんですね。声優さんでタクシーで行く先使えるだけでも声優さんですかって言われる話聞いてすごいと思った。あ、なるほどね。声優さんはないけど芸人さんは結構ありましたね、僕はね。誰とは言えないですけど。で、あとはまあ、町山さんとのスペース。まだ聞いてないですよね、これ。いやー3時間半ね、皆さん頑張ったと思うんですけど、もう速報でやるには夜の10時からまあ2時間ぐらいやるのかなと思って、で聞いたら寝れなくなっちゃうからと思って、翌朝になってですね、翌朝木曜日に放送しようと思ってたんですけどね、3時間半でしょっていうね。あとなんか聞いてもそんなに面白くなさそうっていうのがなんか結構致命傷ですよね。現役飲まなきゃね、そうなんですけどね、そうなんですけどね、うん、まあそうなんですよ。どっかで頑張って聞きます。だなんか避難所さんとのねスペースの方が面白そうでしたけどね。聞いた後めっちゃ疲れたもんって。聞いて眠なくなりました。次の人なかった。ね、そうでしょ。そうでしょ。ね、みんなヨレヨレになってましたよね、あれはね。もう2倍速で聞くしかないかもしれないですね。でも町山さんはやっぱなんていうのかな、予想通りというかね、そういうなんていうのかな、ガチめの知識人じゃないのでね。1時間機材トラブル、うわ1時間もやってたんだ。これだからどっかでやるか、どっかで放送を作るかもだけど、もう速報じゃないし、いつかわからない。で、黒梅の勝訴だけ珍しくね、速報で出したんですよね、大谷さんの会見と。で、大谷さんの会見は速報の意味あんまなかったんですけど、黒梅はなんかすごいよね、ボーンっていきましたね。ね。まあ、たまにバズるとですね、こう、みんなが見てくれるきっかけになるので、それはありがたいんですけどね。初手人助けね、そうらしいですね。町山さんの知識っていうのは多分やっぱ映画はやっぱ相当好きなんだと思うんですよね。あれこっちじゃねえやね、映画は好きなんだと思うんですよね。うん、映画のことならだから喋れるけど、映画以外だと喋れないっていう、そういうちょっと実際その病気か知らないですけど、なんかの病気のね人みたいなタイプなんだと思いますよ。町山さんの動画はね、熊猫たまさんがめっちゃバズってましたよね。うん、人の話を聞かないおじさんってつらかった。まあラジオとか出てくると、ラジオって結構ね対話じゃないんですよね。もうひたすら喋り続けるしかないんで、聞いてたら自分の仕事ができないですからね。まあそれは適正ですよね。伊集院さんとかはできると思いますけどね。で、あとは、あとまあすげえ楽しかったな、やっぱ堀口くんのポタポタ焼きですよね。ね、ポタポタ焼き、昔の松島さんとの B 級紹介番組面白かったのにがっかりだよというね。まあなんかね、
専門外で勝負しちゃいかんかったんでしょうね。てかなんで暇沢さんとの戦いに出てきたのかってとこですよね。歌丸さんとかならもっと強いんじゃないですかね。出てくるか分かんないですけどね。少なくとも喋りは圧倒的にうまいですよね。ガチ左翼だし。どうなんですかね。でもまあやっぱ堀口英寿っていうあの切り札があるんで、うん、あの堀口英寿さんの話を出すと全員ドン引きしていくじゃないですか。僕は割となんかあの手の人平気なんですけど、だからあんまそんなに引かないんですけど、それでもね相手が常識あればあるほどね、そのええー、ってなっていくっていうのがありますから、あのなんで堀ちゃんも概念堀ちゃんも概念になっちゃったんだ。なんであのなんだっけ、なんでセックスしたってやつあるじゃないですかね。あれがあれを暇空さんが町山さんに言ったんでしょね。歌丸さん、その歌丸さんじゃねえわ。それは円楽師匠でしょ。うん、なんだっけ、その残像だって言って堀口さんに被弾するやつめっちゃ面白いですよね、あれ。あれ面白すぎますよね。やっぱ天才ですよ、天才。僕みたいな、ね、やっぱ凡人はもうゆっくり遅くなっても昔のことをやっていくしかないですよね。最前線だと僕は即死してますね、多分ね。うん、突然のなぜ性を払ったの。もうなぜ性の話をさ、ライブはさすがに見てないと思うんですけど、うちはあの普通のチャンネル時親も聞いてたりするんで、親に聞かれたくないですよね、あれだけはね。あれだけはね。でポタポタ焼きね、うん、ポタポタ焼き、ああいうの挟むから面白くて眠れなかった。そうなんだ。よかった、あとまだ聞いてないけど。まあ時事系をね、そこで国売時事系で速報して、でライブで、いやもう全然わかんないからライブでみんなで一緒に勉強させてもらって、それで頑張って出しましたけど、これ毎回やってたらもう死にますね、多分ね、多分本当に死にますね。で暇空さんはもうえらいことになってますよ、本当に。あのスラムダンクで山王戦でトーテムが桜木花道にマークしてるんですけど、角田っていう控えのパワーフォワードが一瞬だけ出るんですよね。でそれで角田が一瞬でハーハー言って戻ってきて、桜木がすげえのとやってるよって言うんですけど、それみたいな感じですよね。トーテムのね力はね、何の話ですかね。うん、でポタポタ焼き、ポタポタ焼きはあの透かし彫りですよね。あのなんかポタポタ焼きってそんなにメジャーワードになってないんですけど、やっぱあのポタポタ焼きって一瞬暇空さんが言ったのが僕面白くてしょうがなくて、でなんか町山智博さんより堀口英寿さんの方が僕は好きなんでしょうね。最後になんかあの最終回でスペースしてほしいですよね、なんかね。暇の何か戦争最終回、最後に対峙する2人みたいなね、あのあれみたいな、なんだっけ、アドルフ、二人のアドルフだっけ、二人のアドルフだっけ、待って、ここじゃねえや、アドルフ、ん、なんだっけ、手塚治虫のアドルフ・ヒトラー、アドルフの、なんだっけ、忘れた、アドルフに次ぐだ、アドルフに次ぐ、みたいな感じで、ね、暇空さんと最後、対談して、あ、そうそう、アドルフに次ぐね。今更さんなんて仮処分裁判国売町山ダオ、うん、ね、アドルフに次ぐありがとうございます。ちょっとラグがあるんでね、僕なんかやっぱそういう記憶力ないですけど、今更さんの記憶力やばいっすよね、そういうところね。さすがにたまに間違えてる時ありますけどね、それこそ巨彩体も特彩体って言ってたしね。ね、堀口さんの透かし彫り、これ堀口英寿さんの心を込めたポタポタ焼きっていうなんかスペシャルやろうかなって思ってるんですけどね、月曜日、それまだ未定なんですけどね。これでも
扱うの難しいですよね。どうしようかな。ポタポタ焼き。あ、高弘さん、コンパンダ。どうしようかな。これ、なんていうんですかね。オブラートに包んでいったとしても、これ犯罪じゃねえかなっていう気がするんですよね。ポタポタ焼きは。まあ、何の罪になるかとかは、わかんないですけど、なんかの罪になりそうな気もする事案なので、なんか下手に触れないというか、堀口仁さんのポタポタ焼きがね、ポタポタ焼きっていう言い方がマジで面白いんですよね。何をポタポタ焼いてんだと。ね。事実陳列罪。いや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 、ちょっと何とかは僕は言えないですけど、何かになっちゃうと思いますよ。金額返したら警察が行けるんだけどね。ああ、まあ、脅迫ですよね、そうするとね。脅迫は、もし、あれば、まずいですし。堀口さんがその刑事事件の構成要件とか判例まで踏まえて動いてるような気はしないんで、多分あれはもう逃げる、特定される前に逃げるのが前提の手口と似てるんですよね。まあだから知らないです、僕は。僕は知らないですけど、さすがにずっとはあのままいられないんじゃないですかね、さすがにね。あれですから、罪か罪じゃないかっていうのはやっぱある程度裁量がありますからね。グレーっていうのはやられる可能性があるんで、完全にホワイトにしてないといけないんですよね。だから僕は被害者でも何でもないし、詳しいことは知らないんで、やっぱポタポタ焼きポタポタ焼きポタポタ焼きあ、昴生さんこんばんは。今日鹿児島勝ったんですか。引き分けだっけ、水戸と。鹿児島の僕の飲み仲間、おじいちゃん、おじいちゃんじじいと自分で言っている。 J3 じゃねえや。あ、水戸と引き分けですね。はい。え、どうせ 300? うそん、そんなないでしょ。まあ、だから僕はひまそらさんと被んないようにだけ気をつけてるだけですけどね。トギって誰だろう。川松さんですかね。8.1 おめでとうございます。こうサッカー見てるとね、全国の友達ができるのがね、すごいいいところなんですよ。で、なんだっけ、あと今やろうとしてんのが番組企画、来週は何をしよう。これをこの場でやるこっちゃないんですけど、決めようかな。月か、あ、月で引っ張りゃいけるかな。いけた。月が4月1日か。やる候補はやっぱ堀口秀俊スペシャル1個入れたいですよね。何やポタポタ焼きかな、やっぱり。無限のポタポタ編心を込めた心を込めたポタポタ焼きだなんだこれも、何の話なんだこれも心を込めたポタポタ焼きってなんだマジで。あれ、クォーテーションこれとかね。え、ゲリラライブ？何？ひまそらさんのライブやんの？じゃあ、あと俺も聞きたいから、あと20分にしようかな。9時まで？まあ、いっか。ひまそらさんやるんだったら、こっちは後回しでいいんで、後で見てください。で、こっち緩めなんでね。あと考えてるので、
ひまそらさんが言ってた話で、ひまそらあかねさん関係。ひまそらあかねは丸々お盛んですね言ってます。今、ひまそらあかねは丸々丸猫であるっていう、こういう面白い話を思いついたんですよね。こういうのしてもいいかなというね。ポタポタ焼きの裏にいいこと書いてるんだ。そうなの？裏？裏ってなんだっけ？僕らなんか8時から始めたのは、1時間で終わることもあってもいいかなっていう考え方ですよね。で、あとは、経営者は嘘つきと出会う確率が 98% みたいな。これ、ひまさんが言ってたやつですよね。あ、ポタポタ焼き、本物のやつ？はい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 。本物のポタポタ焼きもちょっと調べたいですね。うん。あ、喋り上手、ありがとうございます。そんなことはないんですけどね。で、あとはね、カードゲーム。堀口秀俊。堀口秀俊さんのカードゲームをみんなで考える。まあ、これはちょっと今すぐにはできないかな。ね。堀ちゃんのための企業講座。うん、ちょっと余計なこと書いても吐くといけないからやめときましょう。あとそうだ、堀口秀俊スペシャル、本当に怖い話、こういうの考えましたね。カルタいいね、カルタ。鉄輪って何でしたっけね。ポリコレカードバトル。へえ。最近そういうの詳しい方に出会ったんで、そういうか、そういうね、まあ、堀口秀俊カードは無理ですけど、ポリコレカードバトルはね、面白いですね。手をついて浴びろっていうカードがいっぱいあると面白いかもしれないですね。で、あの、UNO みたいなルールになってて、カード出してって。で、あと残り3枚になったら CP 開示、残り2枚で AP 開示、残り1枚で示談になって終わりとか、なんかそれもよくわかんねえな。堀口さん好きですね、僕はね。すごい好きですね。なんですかね、不思議と、あの、あんまり会いたくはないんですけどあんまり会いたいわけじゃないですけどね。あとはやっぱ堀口秀俊スペシャル、学歴を生かすにはみたいなね、うん、ああ鉄輪ってそういうことなんだ。あと皆さん、これマギーって何か分かります？僕マギーだけよく分かんなくて、示談ガラスと裁判しろよというね判決を待たずに終わるというね。あと考えたのがマギーって何のことだかマジで分かんないですよね。たまに暇沢さん言ってますよね。マギー、あ、マギーしたんだよねみたいな。魔法カードウィザウト発動っていう。でも開示してもその伏せカードで、なんだろう、なんて言ったっけあれ、その電話番号は偽物だみたいなね。あ、そうなの、〇〇プ事件なんだ。へえ、そうなのか。じゃあそういうことなのね。なんかちょっとそれで調べてみます。あとね、あの、こういうのもあって、これコメントでいただいたんですけど、似たような書籍丸パクリの本が多い中、出版社の実情背景や同業からの思いが知りたいです。あ、同じだ。EX 田んぼで拾った女騎士などということでね。そういう出版の話しても面白いかもしれないですけどね。まあ、あ、ヒスブルの人か。はい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 。はいはい。プロバイダーを場に伏せる補助参加人を召喚っていうもの。なんか、なんかよくわかんないですけどね。補助参加人召喚って。
ステカード補助参加に暇そらあかねうわーっうわーですよね。補助参加に暇そらあかねは相当嫌なんだと思いますよ。それ嫌ですよ。だって僕だって嫌ですもん。だって嫌じゃないですか。ね、あとはあれですね、ピンクコンパニオン、コンパニオン 系列で、人はなぜかスナックに行くのか、人はなぜか、なぜスナックに行くのか、これ結構面白い話。男がスナックで楽しいじゃなくて、女性論にもなってるところがあってですね、女性はじゃあなんでスナックに行かなくていいのかみたいな話をね、考察したいなっていうのね。あとはまあ新宿ゴールデン街、新宿ゴールデン街の遊び方みたいなね、こういうのですよね。特に野球圏のところそうですか、はい、ありがとうございます。まあこういうね、やっぱ明るい動画っていうのはですね、辛い時に生きるんですよね。なんていうの、僕もうすごい辛い時があって、まあ、タクシー乗ってたんです。タクシーで営業してて、でまあ起業もしようかなみたいなこと考えながら、足利さんとかと知り合って起業 したいねとか言って、どうしよっかとかって言ってる頃ですよね。で、西葛西出版って名前ができてやろうかってぐらいの時に、違うな、そのだいぶ前か、これ、いやそのぐらいだな、そのぐらいの時になんか LINE が来て、私がんだったっていうふうに奥さんに言われて、ってなって、しかも結構ステージもヤバめで、ってもうなんかもう俺タクシーの中でもうめっちゃ泣いちゃって、でなんか通知でチラってなんかお客さん、あ違う、ほんで見えて、どうしようどうしようってなった時にお客さんが手を挙げたから、お客さん乗せて、でそれで日比谷のぐらいから大田区ぐらいまで行ったんですよね。どこだっけな。でで行ってる途中になんかもうすげえ泣けてきて、お客さんを降ろしたらもうそのままその場でもう号泣してしまって、もうこれはそうか、もう死んじゃうかもしれないとか思って号泣して、それでもう今日は営業ができないと思って、タクシーのスイッチをっていうか、そのもう階層にプイって変えてですね、それでそのまま車庫に戻るときに、ひたすらさらば青春の光が、花田さんの、なんだっけ、花田勝じゃなくて、花田なんだっけ、あの人、ね、すごい、イントロクイズってのやってたんですけど、それがめちゃくちゃ面白くて、それをひたすら聞きながら帰っていてですね、まあ、バカな話っていうのは、なんかそういう時救いになるなと思いましたよね。だから結構たまに、こういうバカな話をやるのは大事かなと思っていて、ね。ということで、あとちょっとこれやって終わりにしましょうかね。あとはあれですね、キングスカレッジロンドンとは何か、戦争学科のシラバスを読んでみるとかね。あと面白そうなのが、この辺かな。ドラケはいいかな、ね。偉大なるアリスソフトの話とか、ラグナロクオンラインの思い出とかね。あとマニアックですけど、マスター・オブ・エピックっていうゲームの話。あとね、女性で聞いてくれる方が多いことに気づいて、これ非常にありがたいんで、ああ、いいですよ、どうぞ行ってください。僕も行くんで、あと5分ぐらいでやります。いいですよ、書かなくて大丈夫ですよ。で、女性向けという狙いを込めて、というか、女性リスナーに精一杯、
媚びを売りつつおっさん2人で語る少女漫画思い出とかね、こういうのやろうかなと思ってますね。あのなんかスナックとして楽しんでいただけてるみたいなコメントいただいたんで、そういうのもいいかなと思ってますね、うん、あ僕の時の話ありいいですか。結構ガチ勢ですからね。僕相当ガチ勢なんですけど、ひまさわさんがおかしいんですよね。イカれてんですね、本当ね。レベルが。あとなんだろうな、やっぱり真面目に行く必要があるもの。まだシュナンブルさんでしょ。あと築地じゃねえや。草津と温泉娘問題でリーガル、あとは住民訴訟か、住民監査票3だよねの話。おにゃの子だけどピンクコンパニオン大丈夫でした。 ありがとうございます。あのちょっとね、どうせおっさんしか聞いてないやという甘えがありまして、私のね僕の中でのあの油断がありましたね。油断と甘えがあったんで、パタリの出てこねえかな。さっき見てたんですけど、あのこれクランプのページですけど ね、クランプとかね、結構クランプ学園探偵団とかすごい好きでしたよね。これね、妹いるんでね、はい。あとなんだろうな、やっぱあのこれ絶対許せない、これやった方がいいよね。小杉沙織とハンパキンの問題、これはちょっと結構地味に切れてますね、僕はね。あと東横かと大久保、そしてホストの生態、うん、ピンクコンパニオン楽しく聞きましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あと大構成って何回あるんだっけ。大構成は最新のやつは書類総研 TBS、アニメイトですよね。あとはフローレンス、俺ちょっと分かんないんですよね。もう一個何でしたっけ、大構成。あれか、NHK か。NHK 避難所かな？あとなんかあったっけ？ちょっとこの辺ね、ちょっと曖昧になってるんで。ね。あとやんなきゃいけない赤い羽だな。ね、逮捕されるとかね、裁判負けまくるとか言ってましたよね。みんなね、ひまそらさんをちゃんと戦力分析してないから負けるんですよ。ひまそらさんがどういう戦いを仕掛けてきて、どういう戦術があるのかっていうのをちゃんと、見極めて戦わないから負けちゃうんですよね。うん、あ、リーハラはもちろん、あ、これ書いてある。リーハラはやりますよ、もちろん。シュナブルさん意外と大事なんですよね。リーガルハラスメント会見とセブンナイツか。この辺はねちょっと曖昧なんですよ、自分の中で。そんなまさか自分がこんなに見ることになると思わなかったんで。あとあれか、ネトゲ戦記レビューだな。アシカさんに読ませないと。レビュー 1、2、3と、これで3つエピソードになりますね。シュナン大事ですよね。でシュナン細かくてわけわかんないんですよね、結構ね。だからね、どこまでが親の責任かってやったっけ。俺やったな、どこやスペシャルでやった。こんなもんかな。なぜ大学教授は左翼になるのかとかね。アシカさんまだ読んでないですよ、僕は持ってるんで。アシカさんはね、ちょっと忙しいんですよ、僕のせいで。だってオールマガジンの更新月4回だったのに20回まで増えましたからね。うん、あでも読みますよ。
足利さんちゃんと読んだら結構すごいですから、僕の文章ガチ文章編集できる人なんでね。ただなんか全然何も分かってない人に見えちゃうのは、この堀口秀俊のどうのこうのとか言ってもそれは分かんないよなっていう話ですよね。あとなんだろうな、認知プロファイリングはまあ暇さんが自分でやってるからね。ルックバックも買ったんですよね。よいしょ、これ結構胸に刺さりますよね、ルックバックで。これね、ルックバックなんかはやっぱすごいすげえ漫画だなと思って、やっぱチェーンソーマン読んでないんですけど、僕オタクじゃないんですよ全然、チェーンソーマン読んでないんですけど、やっぱ読まなきゃなと思いましたね、これ見たらね。これ結構でもハイコンテクストですよね。絵で語る、字じゃなくて絵で語る本なので、でも漫画を愛してる人じゃないと読んでも分かんないとこあるかもしれないですよね。で漫画のね話買った、ありがとう。いやこれはもう最高ですね。あと普通に漫画の話したいなと思ってて、漫画の話っていうのは漫画の話どういう枠組みでやるか分かんないですけど、なんで漫画の話をしたいのかっていうと、まあ漫画の話がしたいかなっていう話なんですけど、フリーレンねまだ見てないですね。じゃあ僕らそんなはかオタクじゃないんですよ、僕は。オタクの人には勝てないんですよね、うん、尊敬してますよ。異世界系の話とかね、異世界系だけは結構いろいろ見てるんで、あとは今ね漫画、俺自分の好きな漫画何があったっけと思って見返してる、チェックし返し直してるんですけど、こんな感じでしたね。はじめの一歩、ベルセルク、スプリガン、のだめカンタービレ、ゴーストスイーパー、三上、レベル E、ハンター×ハンター。だから自分のトップ10に入る候補ですよね。こち亀、バクマン、ランマ2分の1、もやしもん、マスター・キートン、20世紀少年、スラムダンク、失踪日記、方針演技、正しい恋愛のすすめ、アキラ、なにわ金融道、ガラスの仮面、火の鳥、天スラ、転生したらスライムだった剣、ワンピース、ゲットバッカーズ、シュート、ジャイアントキリング、青足、おいしんぼ、一二の三四郎、カイジ、国光の祭り、アズマンガ大王、先駆けクロマティ高校、あ、ペケ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 、ギャラリーフェイクでしょ？ギャラリーフェイクであんまり詳しくないんだよな。沈黙の艦隊、ナウシカ、マングースのやつなんだっけ？ノルマンディ高校、ノルマンディ高校あったっけ？うん。ね、アウターゾーン。これ M は桂先生のやつね。爆薬家族、ブッダ、夏子の酒、オナニーマスター黒沢、純情パイン、マジカルタルルトク、大の大冒険、池稲中卓球部、大井龍馬、大きく振りかぶって、サラリーマン金太郎、ハーテンダー、バーテンダーですね。おっと、バーテンダー、バジリスク、カードキャプターさくら、課長島工作、あられちゃん、爆風スランプ、あられちゃんかね、絡み盛りが入ってる絡み盛りはちょっといいっすよね。でガンツ、あ、画面出てないのか、ごめんなさい、画面出してるつもりだった。上から見ていきましょうか。また初めの一歩、ベルセルク、スプリガン、こんな感じ。あ、ユリコトセね、ちょっと話がでかいですよね、それはね。こんな感じ。
でこれね、作業まで行ったんですけど、その先までやってないんで、まだ出てくるんですよね。ジョジョでしょ、少年足部。まあちょっと喋りがたいですけど、生駒一平先生、まあ、ちょっと語りたいとこですよね。でもちょっと難しいかもしれない、難しいかもしれないですね。少年足部、水木しげるなんだっけな、なんかあったんですけど、なんかちょっと思い出せない。で喧嘩商売でしょ、一応仲良いウイスと、あとなんだっけ、北先生の最初にジャンプでやってたやつなんだっけ、マジだった、それが思い出せなかったですよ。なんか今も思い出せないけど、木田、北先生か、北安明先生の、あ、まかりだ、まかり、で異世界もんでしょ、テンスラと100万の命の上に俺は立っている、あの暇沢さんに教えてもらった偽物の年金ですよ、めちゃくちゃ面白いですね。うん、であと銀のサジ、ルロニー剣心、ドラゴンボール、幽遊白書、ゴーデンカムイ、ヒストリー、アイシールド21、闇金牛島くん、チンマルコちゃん、ナルト、GTO、湘南純愛組、消防士のやつ、これあれだ、めぐみの大悟だ。どうだっけ、め、組だっけ、ちょっと大悟が出ない。虫師はあれですね。だからメジャーなやつしか出てこないんですよね。その辺が僕の教養の浅いとこなんですけど。まあ、これ以上読むとなると結構予算もね食ってくるし、ハードルが高いですよね。あとまだ出てくるんですけど、これこういうのをちょっと整理してなんかエピソードにできたら面白いかなと思ってるんですけどね。読み直さないといけないのは結構厄介で、読み直すのは多分不可能なんで、こんなにいっぱいね、どうやって作ろうかなっていう感じですよね。まあ、とこの中でやっぱ特に伝説級に自分に影響を与えてるのはやっぱ初めの一歩とか、ベルセルクでしょ、のだめでしょ、ごしさん、スプリガンもないんだけどな、レベルいいハンター、暇沢さんハンターハンターだけど、僕ハンターハンターではないんですよね。大好きですけどね。こち亀とかのが影響ありますね。でもクリエイターといえばバクマンでしょ。でランマも好きだけど、そう、もやしもんなんかは理想的なエンタメですよね。あれマスターキートンがあんな、これについて、マスターキートンだっけ、マスターキートンは、これはもう、これが伝説ですよね。二十世紀少年も好きなんだよな町山さんがボロカスに言ってましたけどね。僕ね、モンスターじゃないですよ。僕20世紀少年派なんですよね。あ、モンスターも好きですけどね。スラダンはやっぱバスケやってたからね、伝説ですよね。あ、色が違うとか、あ、編集を見てない、編集を見てないですよ。正しい恋愛の失踪日記入れないといけないな、東先生ね。あ、でも方針演技も好きだなとか言って、なんかもうこうやってると取り留めがなくなっていくんですよね。なんか人生に影響を与える名著とかにするのかな、どうしようかな、どうやってまとめようかな。ランキング100位とかにしてもやっぱ見るの大変だしね。昔ブログっていうかもうホームページの時作ってましたけどね。先はクロマティ高校なんてやるんだろう。ノルマンディ高校は絶対大事ですね。ぐるぐるね、ぐるぐる。あと夏子の酒でしょ。とかね、なんかもうやりだすとキリがないんですよね。これで僕は本にして出版するほどは詳しくないんですよ。これだからなんかちょっとね、気分転換に聞いて楽しめるぐらいのエピソードにできればなっていう感じですよね。
フレディ先生、なんか暇さらさんやってるけどこっちで残ってる方もいるからもうちょっとやりましょうか。何人だろう。おお、確かに半分ぐらいになってるけど半分も残ってる。5人ぐらいいれば全然やりますからよいしょ。後から見てくれる方もいると思うんでね。で、大の大冒険、人生に与えた漫画、なんとかの丸々な漫画っていう括りで中村セレクション&アシカセレクション、これ両方あった方がいいかな。課長島耕作が結構大事なんですよね。絡み盛りもネトラレのこと話すにはねやっぱ大事なんですけど、話す必要があるのかっていう話ですよね。ネトラレですよ、やっぱり時代は何言ってんだって話です。喧嘩商売なんか面白かったですよね、最初ね。途中から離脱しちゃったんですけど、カレー雑談会ですね。そうですね、作業用漫画の話をしようとか。でもね、あんまりね、テーマが大雑把すぎるとですね、バシッと決まんないですよね。バシッと決まんないっていうのは田中東子さんとミルージュさんの別人度合いを検証するって、もうやってんのか、すげえな。もうダメですよ皆さん、間違っても暇沢さんを敵に回しちゃダメですよ。アキラもある。子供の頃に読んで衝撃を受けた漫画とか、あとは恋愛に心がときめいた漫画とか。あ、これいいね。三選とか。ベスト5とか。あ、これ恋愛に心がときめいた漫画いいんじゃないですか。最高の一番女性にモテそうな漫画の登場人物とかで、まさかの動画見るのに覚悟がいるうちはね、そういう意味では覚悟はいらないですよね。はい。あ、広角機動隊、広角機動隊、実は僕ね未就なんですよ。で、それが恥ずかしい限りなんですけど、どっから見たらいいかもよくわかんないんですよね、広角機動隊って。ね。もう乗り遅れちゃいましたね、広角機動隊に関しては。夢を与えてくれた漫画とか。こういうなんか漫画、サブカル系をちょっとやっていきたいかなっていう感じしますね。結構、最初のやつ。最初はどれなんだ。待って。広角機動隊。広角機動隊なら見たいな。最初のやつ。未就ならいっぱいですよ。あ、ボアダムさんが？僕がかな。作品一覧。原作漫画もあるんだ。で、ガンダムはね、シードの手前までは見てますね。シードはもうわからない。どれ見たらいいんだこれ。漫画じゃなくて、テレビアニメを見たらいい。わからないですね、もう。どっから見ればいいのか、どこでやってるのかさっぱりわからないですね。うん、あ、ラーメン発見伝ね。それも未就ですけどね。
飯系は結構おいしんぼがね持っていきましたね僕の中でね。あとあれだ、築地魚菓子3代目ストーリーはなんかねそこまで面白くなくないんですけど、やっぱ魚の話が詳しくなれるのがいいですよね。うん、なんかビールでも飲もうかな。ちょっとビール持ってきます。銀太の寿司、翔太の寿司じゃなくて翔太かな。銀太はレペゼン地球じゃないな分かんないけど、知らない題名の本が多い。マジっすか。超メジャーどころですよこれ。浅井猫さんこんばんは。じゃあちょっとビールを取り出してきたんで、なんかね一番搾りの超芳醇高濃度一番搾り麦汁をしようっていうのがあったんで、間違えちゃったのかわいいみたいなじゃあこれ1回目はちょっとこうね、あの泡がいっぱいになるように継ぐんですよ。で、泡がちょっと減ってきて、結構あの3度過ぎて時間かかるんですけど、もうちょっと斜めにしてゆっくり入れて、あーちょっと泡が多いね、ちょっと泡が多いね、こんな感じで、はい、これ100均ですけどねはい、じゃあ皆さん乾杯。あの裏は戦場で暇そろさんが戦ってると思うんで、鳥貴さんね、鳥貴さんって結構あれだよね、あの東秀夫さんと仲良かったんじゃなかったっけね。諸星諸星大丈夫、誰だ、長野県の佐久の、あ、軽井沢生まれなんだ。へえ。これ映ってるわ。一応ウィキとはいえ映さないでおこう。暗黒神話、夢見る機械、マッドメン、声優、妖艶伝、失楽園。わかんないわ。妖怪ハンター、しおりと、紙、魚子、読めないですけど。へぇ、ロン先生の虫眼鏡。へぇ、あ、なんかこの前、発見したんだよな。あれこの辺なかったっけな。
ちゃった。なんかカフェでよく流れているジャズを歌っている歌手の人生みたいな、なんかそんなやつ。なんだっけな。カフェで流れているジャズを歌う人生。なんだっけ。あ、これもう思い出せないな。本を探さないと分かんないな。どこにあったっけ。どっかにあった。ちょっと古いけど、女性陣にはこれペケがおすすめですよ。ペケ、バラウセールスマンが最後に読んだのがそれ以降は分からん。なかなかですね。ペケはね、今の女性が見て面白いのかな。どうなんだろうな。もうすごい毒があっていいですよ。今の現代人が読むもんじゃねえのかな。僕は大好きですけどね、ペケね。平和ですね。平和平和平和ってのはこういうことですよ。さあ、漫画で言うとあと何かな。ねえ。とかね、漫画でやるとか、小説がちょっとね、ちょっとやりづらい。どっかでやりたいですけどね。そんなに僕が小説詳しくないですよね。なんかね、みんなで課題図書決めて月に一冊小説読んで、なんか感想会ライブでやるとかも面白いかもしれないですね。読書会、オンライン読書会ね。どうせだったらやっぱ結構恋愛系のやつ読みたいですね。なんでかっていうと、自分ではまず読まないんですよ。僕に読めって言うと、なんかこういうのこういうの読み始めるから。三国志とか。あれちょっとあれかな、カメラ曇ってるかも。ちょっと拭きますね。よいしょ。ね、杉吉原さんの貧乏旅行だっけなっていう本とかね、この前読んだんですけど、マジでガチクズで面白いですよクズっていうか、なんかクズですらないんですよね。めちゃくちゃですね。ガロ系の作家さん。ガロってなんだっけ。いや、昔の漫画雑誌なのは知ってますけど、ガロ。君とよくこの街に来たはずさっていう、あれもガロですよね。このガロは、杉先生もガロで書いてたのかな。ふむふむ。代表的なのカムイ伝って、なんか知ってんな。あ、白戸三平って釣りバカ日誌の人じゃないのこれ。あ、違うか。違った。昔のこち亀に出てきたかも。昴生さんガロとか見てましたかね。さすがに古すぎかな、ガロは。ガロ、主な執筆人の代表作、ちょっと貼っつけましょうか。別にいいか、ウィキペディア見ちゃえばいいか。おお、キリンビールの出汁、ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。助かりますというか、普通に嬉しいです。ありがとうございます。ニコニコが止まんなくなっちゃう。ガロの執筆人、安倍晋一。恵比寿吉和がいるじゃん。地獄に落ちた教師ども、すげえタイトルだな。私はバカになりたい。へえ。あとカムイ伝でしょ。杉吉原ネジ式。あとは三浦淳、水木しげる、鬼太郎やわって。
鬼太郎やわってめちゃくちゃ気持ち悪いやつじゃないのこれ。違ったっけ、墓場の鬼太郎か。ね、墓場の鬼太郎がめちゃくちゃ気持ち悪いやつですね。山田花子。あ、俺も知ってる人じゃない、そうだな。四丁目の夕日。小林よしのりとかね。雑誌の名前ですね、ガロね。なんか古い漫画をね、みんなで読むとかも楽しいですよね。もともと昔ね、読書会3年ぐらいやってたことあるんですよ、出版社作る前にね。でみんなテーマ決めて本持ってきてみたいなことやってたんですけど、同じ本読む方がねいいですよね。漫画紙で読みたい派なんで、買い始めると関数多いと場所取るのでちょっと躊躇してしまう。おっしゃる通りで、僕も異世界系とか全部電子書籍ですからね。でもやっぱ紙で欲しいやつもありますよね。あ、4丁目の夕日見たんだ。へえ、面白かったですか。どんなやつなんだ4丁目の夕日ってね。ガロで85年から86年まで。だ僕はもう 4,5 歳ですね。高生さんは二回りぐらい上だから結構大人になってんじゃないですかね、この時はね。三丁目の夕日のパロディ。あ、パロディなんだ。三丁目と間違えて四丁目読んでしまった被害者もいる。そうなんだ。4月、ちょっとね、多分ね、もう4月5月はこの VS 何か暇空茜戦争の整理に追われていると思うんで、まだ僕知識のベースが甘いんですよね。用語の認識と、まあ、正確な用語の伝え方ですね。名誉毀損とかその程度のことは分かるんですけど、どこ行ったっけな、ちょっと待ってくださいね。名誉毀損とか誹謗中傷とかそういう どうでもいいどうでもいいって言っちゃいけないんですけど、割と軽めの話はこれ読んで、これ5500円もするんですけど、なんか訴えるぞとか言われたから、なんかムカついてこれ読んでやったら、なので訴えられるわけねえじゃねえかって話になって、で弁護士にも相談したんですけど、大体これリーガルラインなんだろうとか悩む人はこれ読むといいと思いますよ、ね、これも多分弁護士が読むやつですね。で全部読むと難しいんですけど、最初にやっぱ概論があって、受忍限度がうんぬん言ってるやつあるじゃないですか。僕堀口さんが受忍限度の範囲内ですとか範囲外ですとか言ってるんですけど、あれは名誉感情の侵害って言って、まあ、侮辱罪ってやつで名誉毀損以下なんですよね。名誉毀損ではないけど、まあ君がムカついたら、他ならムカつくだけの根拠があるとしたら、まあ認めてやろうみたいな、そのぐらいのやつなんですけど、もうそんなんで言い争ってても本当口喧嘩みたいなもんなんで、裁判でそんなことやってもしょうがないと僕は思うんですけど、ね、まあ暇さんもやってますけどね、それはあえてやってると思うんですけど、名誉毀損っていうのは結構もっと厳格なやつで、なんていうかな、しっかり名誉毀損っていうのはそのもともとあった名誉っていうのは本当具体的にこの回あったとして、なんかやられたことでこの名誉がぐっと下がったと、でこの分損害出てますっていうのが名誉毀損なんですけど、ただ悪口言われたっていうのはそういう名誉が下がったとは見なしづらいんでね。で刑事事件にする場合はちょっとまた違うんですよ。民事の名誉毀損と刑事の名誉毀損っていうのがあって、それで違うんですよね。だから僕はリーガルラインに気をつけてとか言われることはあるんですけど、名誉毀損はまずしないですよね、意見論評になるように喋ってるんで、うまい、スパチャいただいたんで美味しいです、ありがとうございます。なんかちょっとこの今月張り詰めてたんで、なんかちょっとこの緩めのライブが楽しいですね。
あ、4万字のやつ読みました。ありがとうございます。あんなことがあったんですよ。で、あれ、あそこには書いてないんですけど、その敵対側の人は完全にあのポリコレフェミニスト系なんですよ。だからね、そこがね、なんか今回の件と被るというか、だいぶ弱いですけどね。サッカー界だとまあまあポジション取ろうとしてくるんですけど、まあ、そんな大した利権はないんで、サッカー界ってね。よいしょ。今度はうまくいったね。グラスで飲むとね、美味しいのかな。そうなんですよ、だと思いましたんで。結局ね、サッカー界っていうのはどういう人が集まるかというとですね、あ、なんか本当にメインで戦うべき仕事、例えば弁護士の先生とかビジネスの話とか、そういうとこであんまり勝てなかった人が敗者復活戦で出てくる感じが、感じですよね。この緩い感じが癖になって抜け出せなくなってきた。そうですか。スナック西葛西出版でね、いていただければ。よいしょ。ピコピコ、可愛くないですけどね。やっぱり自分が40過ぎて可愛くなくなったことが結構ショックですよね。やっぱそこはね、だって僕だって若い頃は普通に、そんなにモテたわけじゃないですけど、普通に可愛かったですよ。服装はダサかったけどね。それがさ、こんな太ったし、顔もジジイになったしね。なんていうのかな、そう、若い人からジジイってだけで嫌われたりすることがあるわけですよね。あの人たちはもう無敵だから、平気で差別的なことも言ってくるわけですよ。だからなんだかなと思いますよ。40代50代の男性ってのが一番好かれないですからね。で、おじいちゃんまで行くと逆にちょっと好かれてくるんですけどね。まあでも一番知性と体力のピークが40代50代なんで、ここでどれだけいい仕事するかですね。はい、ひまささん終了、戻りました。あらま、あらま、お疲れ様でした。何かは分かりました。ちょっと私はさすがに見てないんですけど。ね、同一人物ってことになったんですか、別人ってことになったんですかね。じゃあまた数字が上がるかな、知らんけど。あ、すげえ一気に増えてきた。出戻り組が、ちょっと皆さん、ひまそらさんの、俺も後で見ますけど、やっぱり、ね、ひまそらさんのライブはね、もう一人で喋ってるのは面白いですよね。どういう人物かも。まあ誰のことだかさっぱりわかんないですけど、僕は文体見て、思想を見て、研究分野見て、まあまあ一緒だなと思いましたけどね。うん、ただ何にも情報ない時に、大学教授だねこいつ、しかも女の大学教授だよねって、まあ女性はわかるんですけど、大学教授だなって分かったのは、もうあれはやばいですよ。あれは本当に超人ですよ。大学教授だって分かってからはもうちょっとね、見つけられるかもしれないですけど、僕はね、ひまそらさんほど認知プロファイリングできないですけど、言葉の癖とか読むのはね、もうそれはもうガチガチプロですね。そこは負けないと思いますよ、ひまそらさんにも。うん、正門鑑定頑張った。そうなんだ。いやもう、ひまそらさんとね、だって裏垢だから大丈夫みたいのはもう無理ですよ、それは。ね。だから、ひまそらさんが差別的なことをネットでやってるから、それをね、止めなきゃみたいなね、ことがあると思うんですよ。正義の気持ちでね。うん、でも一緒に戦ってんのがだって避難所さんとかでしょ。あんなダメだよ。あんな人とノーガードで対談する人すごいと思います。だ、僕だって勝てないですよ、マジで。それはね、同じゲーマーだから分かるんですよ。もうまず勝てないですよ、絶対戦いたくないっていうね。うん、だってあれでしょ、ブラウザ三国志で天下取ってた人でしょ。
ブラザー三国志なんて僕もやってたけど、なんだろうね、天下取るの無理だよマジで。もう無理だよマジで、本当に無理だからね。もうなんだろうね、 FFUO と FF でやっぱ天下取ってたのもすごいしね。だからあれとかね、 LOL だっけ、LOL だよね、 LOL だっけ、とかああいうゲームでどんだけ強くなるのかとか見てみたいけどね。梅原さんとか近いかもしれないですよね、あのやってるゲームのジャンルは違うけど、あの頭の鋭さとかね、うん、梅原さんと違ってひまそらさん結構ちゃんとした社会人だから、そこが強みになってますよね。あの仕事的にありえないな、許せないみたいな、そういうのありますよね。あ、絡んでみたいですよね、それはね。それは絡んでみたいですけど、やっぱ今ちょっと戦いが激しすぎて邪魔になっちゃうと思うんですよ。結局暇沢さんと僕は連帯した時に、僕がハニートラップに引っかかってですね、なんかお尻丸出しの写真撮られたりした場合ですよ。もうした場合、暇沢さんの足引っ張っちゃうんで、連携しない方がいいと思いますね。迷惑かけちゃうからね。で、なんかもうちょっと大きい成果出たりとか、あるいは WBPC に決着ついたりしたらね、暇ちゃん飲み行こうよとか言ってね、ひまちゃん飲み行こう、一緒に配信しようひまちゃんみたいな、そういうのはやってもいいかもしれないですけどね。うん、ハニトラはいいよねってハニトラってあれね、大帝国のハニトラですよね。いや、わかんないですよハニトラだから。僕は多分酒飲まないと引っかかんないですけど、酒飲んだらジジイだから元気はないっていうか、やる気もないっていうか、早く寝たくなるんで、だから引っかかりようもないかもしれないですよね。あ、シャチャさんと、ボアダブさん、あなたも素敵ね。I love you, I love you from the bottom of my heart. フィリピンパブでこういうこと言うとすげえ受けますよ。あんまり行ったことないですけど。フィリピンパブ何回か突撃して一人で行ったことあるんですけど、僕は英語で頑張って喋るから、やっぱあっちは楽ですよね。自分が片言の日本語で喋んなきゃいけないのか、それ、片言の日本人の相手するのかでいうと、やっぱ片言の人の相手する方が楽ですから。でカラオケも英語の曲歌うからね。いやフィリピンパブとかやっぱ高すぎるしね。うん、来たか、何が錦糸町ロシアンパブ良い。あ、そうなの。へえ、なんか昔知り合いが横須賀のロシアンパブ行ったら、あの全員フィリピン人だったって言ってましたけどね。これめちゃくちゃ面白いんですけどね。なんか結構タイ語とかね、タガログ語とか覚えると楽しくなりそうですね、人生ね。なんかやっぱ人とコミュニケーションするのがねいいんですよ。しかもそのね、面白いのが結構真面目な研究所の職員さんたちがもう、あ、なんていうの、すっごい真面目に仕事のことしか考えてない、仕事と家庭のことしか考えてない真面目な人たちが、ロシアパブがあるってロシア人と喋れるなら行ってみたいって言って、勇気出してみんなで行った、4人ぐらいで行ったらフィリピン人しかいなかったとか言ってるわ。それはそれで楽しかったみたいなんだけど、え、ロシア人いないのにロシアンパブなのつってみんなにめっちゃいじられてましたけどね。なんかね、本当はね、みんなとね飲みに行ったりするとね楽しいですけどね。結構僕昔オフ会よくやってたんで、ただ今やるとヒットマンが来るかもしれないんで、さすがにちょっとやりづらいのと、結構ネットでつながると地方の方も多いんで平等ですよね、こうネットの飲み会みたいなね。だからなんかもう足利さんも入れて飲もうぜみたいな会も作りましょうか。スナック西葛西出版ね、やりましょうか。僕ら飲むのが好きなんで、やっぱもうずっと飲んでたいですよね。暇沢さん見てるとやっぱ真面目で仕事好きだなと思いますよね。すごいね、あんな真面目な人はなかなかいないんですよ。だってゲームやってるのに仕事ぐらい真面目にやっちゃうんだから。ゲームなんてみんなゆるくやるもんですから、
ゲームで勝つ負けるとか気にしない人がほとんどなんですよ。そんな中でもう絶対に負けないって言ってもう厳密にやるのがやっぱすごいですよね。僕もやっぱハイゲーマーなんでネットゲームとかはかなりやるんですけど、やっぱり飽きてから頑張れるところはちょっと弱いですよね。やっぱネットゲームなんて飽きてからが本番だし、うん、なんだろうね、やっぱやりきるのと、あとはもう裏の技を使うかみたいなね。ラグナルクオンラインはやっぱボットやってるやつが強かったんで、ボットっていうのはあのインチキなんですけどね。今日軽いから配信の設定変えようかな。あ、変えれねえか。オッケー。飽きてから本番シンディ。ラグナルクオンラインってやばかったですからね。ちょっと僕あの待って、これでかい画面でやるとねいいんだけど、そのあんまりアップで見せるほどの人間じゃないんでね。ゲーム実況はね結構見ますよ。僕好きなのはハヤトの、ハヤトさんよく見ますね。ハヤトのなんだっけ、ハヤトのハヤト、中井戸も結構見るんですよ。赤木レイヤーより中井戸の方が好きなぐらいですよね。まあ実況は見てないですけど、ハヤトの、ハヤトさんはなんだっけな、チャンネル名忘れた、あ出てこない、ハヤトの野望だ、ハヤトの野望、あそう野望。あと僕おすすめがね、ちょっと全部がいいわけじゃない、ヨヨヨだっけ、ヨヨヨさん、ヨヨヨ、そうヨヨヨ、ヨヨヨ、ヨヨヨです。ヨヨ、あそう、お水を飲ませる人ですよね。あの面白いですね、やっぱあやつさん100万超えてるしね。ヨヨヨって人が面白いですね。あのローグライクとローグライトですね、あのを専門にやってるような人で、でヨヨヨさんがたまにあの単発で やるやつとかが見やすくて面白いですね。ペグリン、あペグリンね、そうそうそう、ペグリンね、そうペグリンやってる人、あのパチンコみたいなやつね。あビリビンパブで英語頑張った英語でデュエット何歌ったんですかヨヨヨさんは結構本格的なゲーマー向けですね。面白いですよ。そのくらいからでも、あとたまに見たいゲームができたらハヤトでちょっとかじって、ハヤトさん最後までやんないこと多いから、それをなんかね 見始めたりとか、最近見たのはあれなんだっけな、ゼアビリオンズか、ゼアビリオンズっていうね、リアルタイムストラテジーですねのやつとか見てましたね。うちの奥さんはずっと気持ち悪いホラー系のやつばっか見てますね。ゆっくりサンソンさん、サンソンチャンネル的なことじゃないよね。ゲーム実況とかもね実はやりたいんですよ。やりたいんですけど、どうやってもそこまでリソースが回んないのと、あの見てくれる人が足りない。ゆっくり酸素、あ面白そう、自衛隊なの、あの人、ああれね、背中に乗るやつとかやってんだ、結構 長い目ですね。あそうでもないのかな。じゃあチャンネル登録しときます。僕がなんかあの東大がどうのとか出版社社長がどうのとかいうことはあんまり実は僕の本質ではなくて、こうネット社会にずっと生きてきて、ゲーム好きだったりゲーム実況見てたりで、異世界系見てたりね、あそうだ、塔のやつ出たんだ、なんだっけ、塔のタイトル覚えてないね、喋ることないから人に、塔の管理をしてみようっていう、結構女性が読んでも
女性が読めるナロー系と女性が読めないナロー系があるんですよ。僕が昔よく行ってた葛西の、スナックがあって、もう今は全くお金なくて行けないんですけど、そこにいて異世界系がすごい好きな子がいて、で僕が別のテーブルであれを歌ったんですよ。呪術廻戦の歌を歌ったんですよね。闇を払って闇を払ってってそしたらその子が来て、え、私呪術廻戦好きなんだね、今度飲もうとか言ってなんか言って、テーブル来てくれて、でその子の名前が、え、名前なんていうのって聞いたら、私名前はアスナですって言ってアスナ、え、ソードアートオンラインのアスナつって、そうそうそうつって、異世界系好きなんだとか言って、ね、その子はもうどっか地元帰っちゃっていないですけど、アスナと会ったことあるんですよ私はこれ最高に面白いですよねアスナちゃんね、アスナちゃんアスナちゃんでも超可愛かったですね。呪術廻戦で知り合ったというね。タクシー乗ってる時にめちゃくちゃ暇だったんで、めちゃくちゃ暇だったんですよ、コロナだったから。で代々木駅でよく並んでたんですけど、代々木駅で並んでる時に暇だからずっと開会来たの練習してたんですよね。開会来たん、最初のラップのとこ聞いたら、ラップじゃねえけど歌えるのが分かっていただけるはず。相当喉開いてないと歌えないんですけど、ちなみに僕の歌のうまさは普通です。うぞむぞ人のなり巨星心象人海あもののけみたいだ巨神短海命宿しあとはパパラパ中身なき人間寄せる期待不平等な人生才能もない大上非日常が保身平等に没個性たどる記憶僕に場所などないから 夢の狭間で泣いてないでもうはいこんな感じですこんな感じでね歌ってたら仲良くなったんですよ。ねえ、ジャスティスって多分葛西で一番熱いスナックはジャスティスって言うんですけど、まあ反キャバクラみたいなところだけど、なんかいい店。でもそんなだから、その4万字ショックがあってから一回もスナック行ってないですからね。あれで一気にガサッとお金なくなったんで、ねえ、でもまあなんとかこの YouTube も月10万ぐらいになったので。おかげさまでね、皆さんのおかげで本当ありがとうございます。なんか一人当たりは一番組1円もいかないと思うんです。だから10個見てくれたら、まあ、0.5 円だったら5円ぐらいですかね。だけどそういう5円の人が2000人いたら1万円だし、ね、2万人いたら10万円になるわけですよね。でスパチャもいただいたりするんでね、本当にありがたくて、それで今ちょうど会社の事業もアシカさんがすっごい営業頑張ってくれて、ホリちゃんの集客力本当大きいんだよね。だからホリちゃんがね、わかんないけど どこか何かに入って出てきた時でなんか困ってたら、ちょっとやっぱり恩は返したいなと思ってますよ。どこに入るかわかんないですけどね。そういうお店っていくらかかるんですか？あ、お店におりけりですけど、まあ安いとこだったら1時間3000円からですよね。でなんかちゃんと若い子揃えてますよとか、人件費かかってる店だと1時間5000円からで、5000円になんかよく分かんない何かとドリンク1杯おごったとかが入って8000円とか、そんな風になるんじゃないですかね、うん、1万円超えるか超えないかみたいな感じですよね。フィリピンパブで、あ、フィリピンパブ勢がまた現れたふみさん、タガログ語でマブーハイとバロパロを覚えた。いや、なんか読んでいいかもわからないですけどね。なんかYouTuber でいろんな国の言語喋れる人がいるんですよ。ロシア語とかアラビア語とかドイツ語とかいろんな、時間制なんて結構高いです。あ、まあ場所によりますよ。で最初にママに、うち予算5000円で飲みたいんだけどできるとかって聞いとくといいと思いますよ。それ玉袋筋太郎さんに聞いたんですけど、聞いたっていうか放送で聞いたんですけど、ね、カズマさんでしたっけ、あの人本出すらしいんで、それ欲しいんですよね、うん、
美味しいけど、エビストの方が美味しいかなって今更言ってもしょうがない。なんかアシカさんとかとなんかあれですね、なんかやりたいな。小江戸ビールを飲む会とかやりますか。2本目はもうないんで買いに行かなきゃいけないんで、じゃあちょっとなんか持ってこよう。5000円あったらケーキバイキング行きたいと。なるほど、それは相当いいでしょうね。僕は話そうと思ってるんですよ。女性はスナックに行く必要ないけど、男性はスナックに行く必要があるんですよ。 X にバーペンギンを送りましたってなんだ。 X にバーペンギン、 X、 あーすげえすげえ。なんかさ、ヌールさんにこんなこと、 VTuber に対してどう言ったらいいかわかんないですけど、ヌールさんめっちゃ可愛いんですよねめちゃくちゃ可愛いんですよね、ヌールさん。熊猫タマさん喋り方は可愛いんですけど、ヌールさんルックスガチですよね。V じゃないよ。V じゃないの？え、V じゃないの？あ、V っていうのはそうか、動くやつのことなのか。動かないといけないのかな？わかんないけど。最近流行りのクラフトビール高いですね。クラフトビールやっぱ高いですよ。大量生産じゃないですからね。で、美味しいものとそうでもないのもやっぱあるんですけど。うん。ね。どうも潜伏状態が出てきました。哲也さん、どっからどこ潜伏してたのかな。横浜かなでこれパックで、これ鹿児島の友達が持ってきてる黒磯錦。伊佐だから多分鹿児島の北の、鹿児島の北海道と呼ばれる伊佐じゃないですか、これね。伊佐市、伊佐錦。バーペンギンエチエチですやんっていうね。もうエチエチですよ本当。移しましょうか。ひまそらさんの僕がすごい好きなところの一つで、やっぱりクリエイターさんを大事にしてますよね。僕もやっぱりそのクリエイターさんあっての日本だと思ってるんで、もうクリエイターさんに一番即払うし、一番ちゃんと金額出すんですけど、そのせいでお金がないんですよね。でもそれはまあ誇りだと思ってますけどね。ちょっとせっかくなんでルールさんのね、うん、自分のチャンネルよりもかなり被害てます。うん、ファミリーさんが V。 ああ、なるほどね。うんうんうん。スナックとバーの違い、ね、でちょっと一瞬ルールさん消して、これ僕の理解なんですけど、スナックは対面、最大公約数としては、まずカラオケがある、ママがいる、なんだっけ、コンパニオン、フロアレディ女性が接客してくれる。1対1ではないことがほとんど。こういう感じですよ、スナックっていうのはね。で逆にキャバクラっていうのが、ママはいない。女の子と1対1で話す。こういう感じ。ね、でバーっていうのは、バーっていうのはですね、バーっていうのは
バーですよ。横木のこと。カウンターに、カウンターの、そこに止まっている鳥たちが、バーテンダー。木に横木にいる優しい何か、がお酒を作ってくれる。こういう感じ。ね。さっきの言えば、風営法のカテゴリー違っていて、スナックは基本前に座るんですよ。でキャバクラは横に座るんですよ。こっち多分風俗、風営法なんじゃない？これ多分知らないけど、キャバクラを出すことはないんで、スナックかバーはちょっとマジで成功したらあるかもしれないんですけど、キャバクラはまずやらないですからね。じゃあヌールさんに戻ろう。ヌールどこだ。違う、いた。ヌールちゃん。いやー、かわいい。かわいい、こういうね、かわいすぎる子がいたら、彼氏いるでしょって聞いちゃいますね、酔っ払ってね。いないっすよ。あー、嘘つきみたいな。クラブから席についてるんです。キャバレーは確か平米数だったの。なるほどね。冬の方に格付けがあった。スナック、ラウンジ、クラブ。あ、スナラウンジとかもありますよね。確かにバーの店主は男の方が多いでしょ。そうですね、女性のバーテンダーさんもいるんですけど、バーテンダーっていうのは結構技術がいる仕事なんですよね。年齢も高齢の人が多いよね、スナック。そうですね、はい。ケーキバイキング、おじさんは血糖値とコレステロール値がバカれそうで、想像しただけで血圧も爆上げです。まあ、ケーキバイキングがちょっときついっすね。ちょっと無理でしょうね、はい。焼肉食べ放題ももう嫌だもん、ヌールさん、これ表示しといて大丈夫ですか？これもし問題あったら言ってくださいね。問いつつ多分ないだろうと思ってますけど。スナッカー、昔4時間5000円で遊んできましたよ。ああ、いいっすね。だから、ね、そういうお店もありますよね。OK、ありがとうございます。せっかくなんで、僕が何？おしゃべり店主で、で、ヌールさんがお酒持ってきてくれる感じにしましょうか。僕にスパチャ出してもしょうがないんで、ヌールさんのね、チャンネル登録まだの方はしていただいて、で、ヌールさんの絵がね、いいとかね、いう感じがあったら、ぜひそっちの方でなんかゴニョゴニョしていただければ。そんな4時間5000なんて、俺でも飲みすぎちゃうからね、無理なんですよね。ヌールさんね、最初の時にね、メールもいただいて、うちのやつ引用してもいいですかってご丁寧に言ってくれたんですけどね。コバヤティは未だに僕のこと無視してますから。大手 YouTuber コバヤティ。まあでも、コバヤティと僕は全然合わないっていうか、なんかやってることが違いすぎるんでね。コバヤティ大好きですけどね、僕はね。最近やっぱレイヤーさんと熊猫タマさんとヌールさんかな、見てんの出てくる。たまに知らない人出てきますけどね。あと誰かな。わかんない P が出てる。あれ？あ、これはもう終わったやつか。サンソンチャンネル、清谷動く。おー、堀口秀俊対清谷新一はあんまり僕チェックしてないですよね。なんか本質的じゃないっていうか、そこはあんまり。あと感染者ね、感染者よく出てきますね。
侵略軍も出てきた。侵略軍。あと松井健太ダッチョブーブー。パッと見タイムラインにいるのはその辺ですかね。あとパイヤさんとかね。ハイブタ、ハイブタさんね、でもそんなに出てこないかな。僕が別にハイブタさん嫌いと言ったことはないんですけど、やっぱあの、なんですか、情報が欲しいんですよね、やっぱりね。情報が欲しいんで、あの、ハイブタさん情報系じゃネタ系ですよね、猫八さんとね。だから、優先順位が僕の中で高くないんだと思いますね。うん。田舎のスナック行くと料理が美味しいことあるよね。あ、そう、あのね、出雲大社駅のスナック街がすごい良くて、のどぐろが出る店とかにいっぱいあるんですよね。出雲大社行ったらスナック街行った方がいいですね。西部劇の時代、酒場で荒れくれ者が酒樽のエリアに入らないように木のバーで仕切りを作ったのがバーの基本。あ、そうなの？これじゃないんだ。へえ、こんな店に行ってみたい。あの、ありますよ、結構。バーっていうのはやっぱり分かりづらくなってて、分かりづらいから隠れ家なんですよね。こういう感じのとこ結構ありますよ、うん、AI の強み。なるほどね、うん、名付けは勝手にするわけにはいかないんでね。僕が名付けたらだって変な名前になっちゃいますよ。ビールで何杯ぐらいで酔いますか、まあ、酔うって言ったら 3,4 杯で酔うとは思うんですけど、僕10時間とか20時間とか飲み続ける人なんで、ハッピー野郎になったままずっといける。だから飲みながら放送やっても事故は起こらないぐらいはできますね。はい。コバヤティ大好き。コバヤティはあのね、なんか雑魚さが可愛いんですよね。もう可愛くてしょうがないんだよね、コバヤティね。ってのはほら、一回死にかけたじゃないですか。なんか、この、ね、僕犬だと思ってたんですけど、レッサーパンダが、ビル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 とか調子に乗ってたら、それでまさかの堀口さんにやられる寸前まで行って、でなんか最初ヒデトティのとこ行って、やられたよヒデトティみたいな感じのこと書いて、でも反撃するのかなと思ったらそのまま死にそうになって、おいおい待て待て、死ぬな死ぬな死ぬなっつって、ひまつらさんもおい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 死ぬなっつって、もうみんなで頑張って空気入れて復活させたからね。あれで結構伝説になりましたよね。もう戦闘力は最弱ですよね。だってリーガルラインも分かってないんだから、やばいやばいですよ。一回ひまさわさんになんだこれは全部消せっつって言われて動画消してたもんね。まあだからね、でもそういうコバヤティとヒデトティっていうか親友っていう設定はすごい微笑ましいですよね。はい、ヌルさんも見てるし、レイヤーも見るし、まあ、なるほどね。うん。地下もあるし、要するに、バーってそんなに儲かるもんじゃないんですよ。なんで、家賃が安いとこになるんで、雑居ビルの上の方とか、地下とかね、そういう店が多いですよね。で、逆に1階の路面店だったら、路面店っていうのは、その1階歩いてて、店の中が見えるようなところだったら、あれですね、ダイニングバーとかになりますよね。で、それに料理も出てくるバーですよね。はい、そう、泊まり木、うん、動画のタイトル変えただけなんだ、あれミスターサタン。コバヤティミスターサタン感あるな。はい、人柄ね、喋りうまいっていうかね、滑舌がいいですよね。あとなんか知らない声が出る、リコ気持ちいいみたいな、気持ちいいみたいなのがうまいですよね。あれ声優さんの練習とかもしてたのかな。田山さん、ひまさわさんに怒られた時は自分も落ち込みました。それは大変でした。ガンマ GTP の値が気になります。ガンマ GTP ってなんだっけ、肝臓でしたっけ。あのタクシードライブやってた3年前に身体検査行ったきり、あの行ってないんで、ちょっとアシカさんともう YouTube の収益があるんで身体検査、あの健康診断行こうって話をしてて、4月に行ってきます、うん、肝臓と胆のうなんだ、まあ、そろそろねコロッと死ぬかもしれないんでね、やっぱ長生きしないとダメですからね。
今の、あの鍋つねさんとか森喜朗とかあの辺の世代の方がだんだんね引退されていくと思うんですよね。その後に僕らが時代を作るんで、やっぱいい時代を作っていかなきゃいけないですから、長生きしなきゃいけないですね。小林の声は素材と刺繍があってたまに使います。そうかそうか。お酒もね、うん、イラストツヤツヤ感がいい。それだ、なんかあれだ、あれ入れとこう。待ってね、ヌールさんのあれ概要欄書いたか。書いたね、うん、スパチャで均衡診断素敵で、ほんとそうなんですよ。でね、なんかね、70% ぐらいオフになるんですよ、自治体でやると。なんで、5000円ぐらいでいけるんですけど、マジでここ半年ぐらいその5000円の金も怪しいぐらいでやってたのでね、頑張りましたよ本当に。必死に維持してきた会社ですから。もうでリーガルラインとか言うんですけど、あの顧問弁護士も維持してるんですよ。だからきついんですけど、うちは顧問弁護士いるんで、リーガル系は超強いですよ。うん、だってもう弁護士と、その要するに皆さんが、あの例えばね、ヌールさんでもいいんですけど、開示かけられたとか訴えられた時って弁護士探すとこから始めなきゃいけないじゃないですか。それがやっぱ大変で、弁護士に事情を話して、こういうビジネスやっていて、こういうことがあってって言った時に、弁護士もその人と信頼関係が作れるかをすごい考えるわけですよね。だけどうちはもう信頼関係あるのも1年以上あの顧問料払っている弁護士の先生がいるから、あのそこは安心ですよね。うん、うちの弁護士さんは知り合いの社長に紹介していただいたんですけど、まあ強強なんで超強いんで別にセブンナイツとかに負けないですよ。全然負けないっていうか、まあ圧勝できると思いますよ。あの圧勝っていうか、あっちが無理筋ならね、あっちが無理筋なら勝てると思いますね。最近の若い人は酒もタバコもやらないからすごい自分伸びそう。それはそうかもしれないですね。弁護士が言います、ふふふ。僕も弁護士の勉強半年ぐらいやってたんでね、結構法律はそこそこ分かるんですけど、暇空さんがおかしいんですよ。暇空さん本当おかしいですよ、法律の知識は。まあ地獄見てますからね。うん、若い人は生まれた時から不況だし、可処分所得が少ないのよね。なるほどね。起業後数年健康診断できなくて、数年経って落ち着いて久々に健康診断を受けたら病気見つかったという人も結構多いので、お時間あったら地方自治体のものでもいいから受けてくださいね。はい、ありがとうございます。すぐ行ってきます。セブンナイツは基本無理筋だし、出口君の秘書問題ありますけどね。まあ、あ、多分自分で秘書って言ってたんですよ確かね。うん、僕も秘書が欲しいですね。ボアダブさんを秘書にしてオンライン酔っ払うみたいなね。ちょっと仕事の話ですいいですかみたいなことを言いつつの、酔って雑談をするみたいな、なんとかハラスメントになりそうですけどね。これからの世代だと健康診断は本当に大事です。本当おっしゃる通りですね。ちょっと太ったしね、なんとか運動をもっと増やしてやんないとと思うんですけど、やっぱね、お金なくなるとね太るんですよ。これはもう、あとうちはだから奥さんがその闘病3年やってたから、その間全家事全育児僕自分でやってたんで、これは結構きつかったですよね。これあの分かる人しか分かんないと思うんですけど、2人育児しながら家事もご飯も学校の準備とかもワンオペでやる期間が結構長かったんで、でそれは結構きついですよね。でもだいぶ子供大きくなったしなんとかなるんですけど、それそんなきついのにみんなその会社作った途端ね、金言い出して、もう人が信じられなくなる中でですね、足利さんだけは給料もないのに全く裏切らずに僕をずっと信じて、中村さんといれば絶対うまくいくって言って、もう3年一緒に頑張ってくれてるんで、もう僕と足利さんの夢はちゃんと給料が出てその給料で飲みに行くっていうのがね夢ですね。まあおかげさまでなんとかなるかもしれないですけど、足利さんは結構ね、根性座ってるんでね。そうですね、闇を抜けたのもあるし、結局僕らが戦ってきたものと何かが似てるんですよねっていうのはやっぱあると思いますね。で僕は結構この状況
抜けるね、戦うしかないと思って、戦い方を暇空さんに教わったからかなり感謝してるんですよね。でその感謝の気持ちがあってもなかなかポップコーンは置けなかったんですけど、まあ置くことにできたのでね、それおかげでなんとかなってきましたね。でうちのその YouTube の収入だとそんな大した額じゃなくて、株式会社ってあるだけで月3、40万かかるんですよ。もうあの存在してるだけで3、40万かかるから、フリーランスの時なら全然なんとかなってるんですけど、僕は頑張ってライターしたりして3、40万稼いでもゼロになるんですよね。でたまに50万になったとしても、あの借金返済とかなんか穴埋めでなくなってくんで、やっぱ月100万ぐらいまで売り上げいかないと僕らの給料出ないと思うんですけど、まあ YouTube でそこまでいかないですけどね、あの相当やんないと。だけど、一応足利さんが頑張って営業して B2B で、僕がライティングする仕事とか取ってきてくれたりしてるんで、だいぶ状況良くなってきましたね。で別に僕貧乏人ってわけじゃなくて、どっちかというとボンボンなんですよ。実家の空きスペースで会社やってるん で実家は結構大きいわけですよ。東京に家があってね、だからなんとかなってるって感じですね。はい、足利さんの掛け合いでいつもやらせてもらってます。足利さんが面白いんですよね。僕のやつ全部拾ってくれるんで、もう2人で何年、2年ぐらいやってますけどね。西葛西出版なんて50人とか100人しか聞かないのに、ずっと一緒に頑張ってやってきて、まあ、サッカーのチャンネルもオールマガジンでチャンネルがあるんでね、そっちはまあサッカー好きな人かな。あでも火曜日に、4月2日かな、火曜日はあの飲み会にするんでサッカーの話もちょっとするんですけど、その後ね飲み会をするから、ね、そこは皆さん来ていただいても大丈夫ですから、よかったらオールマガジン来てください。オールマガジンはね、もうずっとやってきたメディアなんですけど、こういうね、ファジアール岡山の話です。こういうのはサッカーの話なんですけど、この DMMTV の話はお笑いの話だし、この柏レースの話はほとんど南柏の酒飲みの話をしてて、鹿児島のスナックのオーナーになりたいってサッカー出てこないしね、普通にスナックの経営したいって話ですからね。まあでもサッカーの話半分ぐらいあるかな、半分でいい。さすがにサッカーチャンネルかな。うちの奥さんもね、やっぱサッカーのやつはつまんねえって聞いてくんないですよ、見てくんないですよね。なんだろう、西川出版のは結構聞いてくれてるんで、下手したらこれも後で聞いてくれるかもしれないんでね、ちょっと気まずいんですけどね。ワンオペお疲れ様でした。他人ごと一言とは思えない。そうなんだね、やっぱ子供は大変ですよね、ほんとね。でまあやっぱね、人は育児を通して大人になっていくっていうふうにうちの母に言われたんですよ。僕は、で私はあんた育てる中で大人になったんだよみたいな感じで、ね、言われて、なるほどなと思ったんですよ。だから堀口さんとかもね、堀口さんっていうのはもうザ子供なんですよ、良くも悪くもね。 ありがとうございます、クリーンボーイさん。だから子供ねできたらまた変わるかもしれないですね。南柏住んでたの。へえ。今ねめっちゃいいクラフトビールのね、紡ぎって店ができたんですよね。あと鳥吉っていうね焼き鳥屋に行きたいんですよ、南柏の。あと南柏からちょっと松戸の方向かったとこにすごいいいスパがあるんですよ。まだ行ってないんですけど、そこのスパに行きたいですね。この前南柏ね3日泊まってましたから、僕。全国津々浦々のサッカーチームを語れる人そういないっていう。そうなんですよ、実は47都道府県全部行けるんですよね。西葛西出版さんで読んでもらいたい出版物ありますか。できればアマゾンで購入できれば幸いです。サッカーので良ければうちから出してる2点があるんですけど、まあ僕の一番おすすめはあれですかね、
出ない。なんで？あれ、リンクの生成ができない。まあいいや。アフィリエイトリンクじゃないんですけど、これ。これ。あ、すげえ長い。貼れない。どうして？どうして？概要欄持ってたっけな。どっかないかな。待って。ない。なんでないんだ。あった。あ、リンク貼ってねえのか。なぜかアソシエイトリンクの生成ができない。ちょっと検索してください。これが僕が書いた本なんですけど、これがひまさわさんのネトゲ戦記ですよね。うん、僕このサッカーの話なんですけど、まあ、サッカーも出てくるんですけど、基本的に僕のこのやり方、僕は認知プロファイリングじゃなくて、フィールド、ひまそらさんは、ここに書かなくていいか。ひまそらさん、対人最強兵器、認知プロファイリングです。で、中村は、なんだろうね、対フィールド探知兵器で、なんだろうね、空気を感じる力、観察力みたいな、こういう感じなんですよね。ちょっと違うんですよね。だからかつなんか僕のそのセンスみたいのは結構このサポーターめぐる冒険って本に書いてると思いますね。彼かいた時見に行ったの、すごっ。彼かってだって JFL だから1993とかですよね。すごっ。足利さんの好きなプロレス団体に長作ひろみが続いてるのが面白い。なんだっけそれ好きなプロレス団体の話したやつですかね。諸事情でちょっとお花を摘みに一瞬離席します。皆さんじゃあよかったら好きな本とか教えてください。ただいまパンダ。確かに暇沢さん対人強いですね。福岡ブルックスやってたんだ。アビスパ福岡の前身ですよね。ネトゲ戦記、ああ綾瀬さんね、ネトゲ戦記もやんないとね。野球ばかり見てきた自分はサッカー難しい。サッカーってね、あんま分かんなくていいんですよ別にただビール飲んでぼんやり見てればいいんです。野球と一緒ですよ。それは見てるうちに分かるようになるんで、やっぱ
ね、野球とサッカー全然違うんですけど、やっぱぼんやりビール飲みながら見てればいいって意味では一緒ですよ。ね。で、見てるとやっぱすぐ分かりますよ。見ないと分かんないですけど、見れば分かるっていうのも一緒です、一緒ですよね。むしろ野球の方が難しいと思いますね。ああ、発注ありがとうございます。さすが、ありがとうございます。これもね、もう10年前に出した本ですけど、年間300冊ぐらい売れてるのかな、ちょっとずつね。まあ、結構若かりし頃の僕の全力が入ってますね。ありがとうございます。いや、なんか嬉しいですね、皆さんこうやって集まって。でもなんか、やっぱ同志ではあると思うんですよね。ひまそらさんの協力したいけどどうしたらいいかなみたいなね、あると思うんでね。ジダンが監督になった時、パブでたまたまサッカー見るようになりました。あ、そうなんだ。ってことはレアルですよね。レアル・マドリードですよね。レアルはやっぱすごいですよね。好きな本、一票の反対。おー、バカの壁。はいはい、養老さんのやつ。ハリー・ポッターね。ハリー・ポッターは結構ね、僕は見ましたね。もう、もどかしくて英語で最終巻英語で読みましたからね。でもわけわかんなかったですけど。で、日本語で読み直したらそれでもわけわかんなかったっていうね。なんだっけな。で、ストレンジかなんかが空中でドラゴンを出す。あ、ポーランドですか？へえ。そうなんだ。ポーランド、ワルシャワとかですかね。ワルシャワでしたっけ、ポーランド。ポーランドいいっすよね。行ってみたいっすね。今野がいた時のコンサドーレを応援してました。おお、ほうほうほう。今野はね、今、南葛 SC っていうとこにいてね、江戸川区のすぐそばで、南葛で見ましたよ、この前。去年。去年で、おととしだっけ？去年かおととし見ましたよ。今野はね、いい選手ですよね。まあ、そういう話好きな方は、ぜひ来週火曜、何時からだっけ？ 9 時からのオールマガジンお花見会があるんで、それもぜひ来ていただければと思います。じゃあ、ヌールさんに戻そう。ほい。いやー、楽しいですね。アシカさんも参加させないとな。ちょっと多分ね、まだ僕らが仕事がもうやばすぎてですね。やばすぎて。僕はなんか頑張ってこういう配信とかするんですけど、アシカさんはね、なかなか時間作れないんで、夜は。サッカーに関しては小学校の時にキャプテン翼を見た男子が一斉に野球からサッカーを乗り越えたのを目の当たりにした世代です。あ、だからもうそれですよね。僕の世代ですよね。クラクフ。へえ。クラクフ。我々本当ね、みんな歓迎なんで、地図。クラクフ。ああ、ポーランド南部なんだ。へえ、ワルシャワの南。あ、スロバキアとチェコのそばなんですね。へえ。これウクライナだよね、これ。あ、これ違う？これウクライナだよね。うん。結構ウクライナ近いっすね。あ、ウクライナってこう見るとでかいっすね。おっと。映ってっかな。映っているのかわかんなくなる。あ、映ってますね。これウクライナね。ポーランドもでかいか。クラクフ。クラクフ。ちょうどポーランドがベストなんとかになって強くてみんな国旗を入れに飾ってました。あれかな？
あれの時ですかね、ロシアワールドカップの時、ヨーロッパランキング1位だったから、ね。で、僕、解説やってたんで、サッカーの。実況解説を、あの時はニコ生か、ニコ生本体でやってたんですよ。だから、ポーランド人の名前とか頑張って覚えてましたよね。オンライン飲み会みたいな。本当ですよ。のんびりやりましょう、たまにはね。土日だしね。その後、ああ、そうなんだ。へえ、あそっか。クラクフ。なんか面白い都市ですね、これ。ビスワ川が走ってて、こっちに山がある。コシチェンコ山。これが中心地かな。ね。せっかくだからちょっと歩いてみましょうか。わ、家の中入ってた。めっちゃおしゃれな、なんか、レストランみたいなとこ。バーかな？レストランかな？なんでこんな中入っちゃうんだろう。出たい。出してくれ。出してくれ。出れない。めっちゃおしゃれ。やば。やだ、シャトさん、パンツ見ないで。まあまあいいじゃないかっつって それまずいまずい、今の時代まずい。なんで中入っちゃった？俺出たい、トイレでしょ、出れない。あ、この店の中の見えるようになったんだな。路地のがいいね。うわ、めっちゃ街並みおしゃれ、めっちゃ街並みおしゃれ。ヨーロッパ、こう、路駐多いっすよね。路駐できるようになってるんですよね。ヨーロッパ実は行ったことないんですよ。おー。いいっすよ。余計な、コメントしないで。みんな気づいちゃうから、コバヤティやってるって。こんなとこなんですね。サッカーやってるとね、いろんな世界のこととかもね、やるから、そこは面白いところですよね。あれ、待って、アシカさんから連絡が来た。路駐しかしない。あ、そうなんだ。ほい。ただいま、サンサンも見てきた。なんだ、サンサンって。アルコホリックって書いてあるとこ、酒屋。ああ、そうなんだ。へえ、どこだ？どこ行った？アルコホリック？なんか、あれなんですね。キリル文字じゃないんですね、ポーランドって。読める。英語か、これ。英語とポーランド語両方あんのかな？街並みが美しいですね。はい。いやー、じゃあ最後に、じゃあ真面目な話するか。ね。だから、僕やりたいことが、あ、サンソンチャンネル？堀口くんのやつですよね。なんかこの、ゴーデン街みたいでいいですね。この、なんて、ゴーデン街って、新宿ゴールデン街って何店舗あるか知ってます？皆さん当ててみてください。店舗数が多いんですけど、ちょっと他行ってくるわ。行ってらっしゃい。で、戻ってきたらお帰りなさいっていう、こういう感じなんです。だから、ゴールデン街のカルチャーで、お店出るときは行ってらっしゃいって言うんです。ね。何店舗か分かりますかね。あ、前行ったっけ？行ったから聞いてた人は分かるかもしれないですね。ヌールさん、かわいい。
ふふふ、1000までいかんすね。同じ店に戻ることもある。うん、戻るね。そうそうそう。結構はしご酒が基本なんですよ。ね。みんなで見に行こうか。何の放送だか分かんないけど。違う。ここじゃない。どこだ。新宿駅。新宿御苑、こっちだ。よいしょ。大久保。あれどこ？あった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 。花園神社で、ここだ。じゃあ皆さんで、ゴールデン街ツアー。あ、これね、ここシャドウっていう店で、あの、わけわかんないと思うんですけど、シャドウはね、あの、めちゃくちゃ可愛い子がいるので有名なとこですね。こんなボロボロなんですけど、40年ぐらいやってる店ですけどね。入れっかな？入れないか。入れないんかい。ゴールデン街の中までは入れないですね。この中なんですけど。ここはあんまなんもないとこだ。会員制のとこはあんまないですね。書いてありました？そう、こうやって路地があって、ここにレモンサワーの美味しい店があるんですけど、この上のね、なんだっけ、このヘビーゲージってギターのマーク書いてある、ね、ヘビーゲージはね、あのバンドマンやってた、バンドやってる人のお店で、あの音楽の話をずっとできるとこですね。いいとこ、超いいとこ。酔っ払った僕がよく寝てるのはこの辺ですね。この辺で、これなんでここで寝て大丈夫かって言うと、こっちに交番があるから死にはしないんですよ。よいしょ、これなんだ。ああね、このこういう感じでちっちゃい店がいっぱい並んでるんですよね。ね、まああの、あ、行きたい。じゃあ、あの、慎太郎に聞いたつでは、なんだっけ。ヘビーゲージっていう店があって、いい店ですよ。初対、あの、すごい混んでる感じタイプの店じゃないんで、あ、ゲージが違うかもしれない。ゲージ違ったらごめんなさい。あ、会員制は、どういうことかっていうと、あの、嫌な人を断るためのやつです。うん。結構ね、音楽好きな人多いですよ。音楽と演劇が多いですかね。ここに見えてるきしめん双葉っていうやつは、あの、アルビデックス新潟っていうところのサポーターがやってる店ですね。改正？あ、本当だ、改正。多分コロナの時に作ったんじゃないかな。改正じゃないですよ、ここは。シャドウ、チンドはいいとこですね。あ、ヘビーゲージってそういう意味なんだ。たまにライブとかもやってますよ。うん。で、土日はね、ゆっこさんっていう女性がやってて、たまにあの、来てねーってメールくれますけど、全然最近行けてないですけどね。浅井猫さん、見バレが大丈夫だったら、あの、僕に DM くれたらご案内しますよ。僕も忘れられてるかもしれないですけど。ね。ヘビーゲージはなんか喋ってるとね、あの、マスターが、あの、その曲かけてくれたりするんですね。 CD いっぱいあるから。僕ブランキージェットシー好きなんで、ブランキー話したらブランキーかけてくれましたね。名古屋から遠い。名古屋か、名古屋じゃちょっときついな。ちょうどな、路地が覗けないんだよな。著作権アウトをちょっと気をつけつつ、検索結果だけ使うとこんな感じね。あ、これしのさんだね。こういう昭和っぽい感じのとこで飲むんですよね。名古屋にゴールデン街ないのかって僕あの探したことあるんですけど、ないみたいですね。ゴールデン街みたいな場所は、単発のバーとかはあるみたいですけどね。みんなでゴールデン街ツアーしたい。いや、ご案内しますよ、本当に。
スライダーズのライブ。スライダーズ僕知らないな。あ、活気はすごいですね。でもなんか知らないと気遅れしちゃうかもしれないんで、ザ・ストリート・スライダーズバンド。へえ。熱田神宮の近くに通勤ある。そうなんだ。へえ。ね、木村啓太、新宿もね、駅前に思い出横丁っていうのがあって、渋谷もなんとか横丁があるんですけど、まあ、そことゴールデン街ちょっとレベチですね。レベチ。ちなみに何店舗あるかというと300店舗あります。ね、じゃあそろそろにしようかね。なんか最後、あ、最後真面目な話するって言ってたね、これ。ゴールデン街はどうでもいいんですよ。映ってからこれ。うん。今考えてんのか。あ、ブランキーもネスティも好き？いいっすね。笑うしかない。笑いすかない。アラーキー森山態度の写真でよく見る。あの人も好きなんだよ。なんだっけあの人。そのシオンとかね。そのシオンはよく飲んでるって言ってましたね。住吉通りやプリンス通りがそのラインのおすすめの店があります。東京の日じゃないですか。へえ。ゴールデン街はまあそのうちやりますよ。今考えてることはまず力をつける、チャンネル登録者を増やし、増やす、収益を上げる。そうじゃないと戦えないからね。で、力をつけるってのはまずやってるわけですよ。で、これはまあ前提ですかね。で、知識を深める、情報を整理する。おう、今更茜は最前線で戦い続けている。広報支援を勝手にするイメージ、良い資料を作り、番組を作り、出版をすると。まあ、これ作るでいいか、力はちょっとないと戦えないんで、力は必要なんですけど、まあ、僕自身はフォロワー結構多いですけど、とはいってもサッカー系なんでね。で最終的にやっぱ出版をする。なんか、まあ、最初は中村が自分で書くしかない。結構ね、出版社としてのレベルみたいのがあると思うんですけど、最弱なのは間違いない。規模は小さい。これは間違いないんですけど、本を作るレベルは実は結構高めなんですよ。っていうのは結構ダサい本しか作れないくなってるんですよ、日本の出版社っていうのはね。だけど僕らは本当に魂込めて作れるんで、一発一発のパンチはでかいんですよね。で、今ちょっと某企画もあるんですけど脅迫起訴かっこ笑いと対策を考え中ですね。まあ本作る4企画5企画同時に回しつつやるならば、スタッフもう一人と、5企画だと1000万ぐらいですかね。要するに運転資金で1000万と1人雇うんだったら、まあ50万、給料じゃなくて、まあ、30何万だとしても50万ぐらいかかるんですよね。だから50万で年間600万でしょ。だから1500万ぐらい必要なんですよね。そこまで届くぐらいまでちょっとやりたいとこですけど、今大型の案件取ろうとしてるんで、なんとか頑張ってますけどね。西葛西ウォーカーはまあ売れはしないですけどね。薄い冊子でね書くなら面白いですけどね。
そういうのやりたいですけど、やっぱ地方紙とかはなんかなかなか難しいですよね。需要があるところでまず叩かないといけないんでね。某企画はまあ、ちょっと、なんとも言えないんですけど、ちょっとまあ、やりますと。で、中村が書く企画。これ今考えてんのが、暇アノン VS 何か。まあ、このもう直球で暇アノン対何か戦争に書くとか、あるいはもう、ロスジェネ世代の日本の愛し方みたいな、そういうテーマで、そこにひまそらさんが出てくるみたいな、こういう構造にするとか、ちょっと考えてるんですけど、まあちょっとあんまりね、強いアイディアはなくて、早くてもやっぱり着手は、そうだな、まあ秋口だよね。勉強がない。会社が。まあ、僕が書かなくてもいいんですけど、僕が書かなくてもいいんだけど、僕ほど書ける人ってもうめったにいないんですよね。めったにいないって、これ本当に自分で言うのもなんなんですけど、僕ぐらい書ける人って本職でもめったにないんですよ。特に10万字書ききんなきゃいけないんで。で、いっぱい本書いてる人っていうのはもう利権側にいるから、こういうのやらないと思います、ね、なんかね。まあ、やりたい人もいると思いますけど、それは別の企画でやったらいいんで、僕は僕でやんなきゃいけないのかなというところですよね。あるいはそうか。西葛西出版戦記として書く。俺らの何かと今空さんの何かが結びつく。こういう書き方はいいですよね。YouTube で我々がね、皆さんに支持していただいて、チャンネル登録していただいていることで、なんとか復活してきたんで。やっぱ出版社を、ね、維持するってことはすごい大事なんですよね。もうマスコミじゃないですか。マスコミなんですよ。朝日新聞がやんなくても、西葛西出版が本に出せば、それはもう一定の価値があるんですよね。一定のっていうか、もう正直新聞ごときよりですね、書籍に出す方がだいぶインパクトあるんですよ。で、それは集英社とか講談社が出すのと、西葛西出版が出すのではあんま変わんないっていうか、変わるんですけど、そんなに変わんないですよ。売れる気は変わりますけど、インパクトは変わんないんで、暇さんのチェックは厳しいんで、多分出さないですね。暇さんの言葉も勝手に書きますね。連携しちゃうと、結局僕らがやったことが暇さんの責任になっちゃうじゃないですか。まあ、勝手に書くのがいいんじゃないですかね。西葛西出版支店。西葛西出版戦記はね、ずっと書こうと思ってて、それはなんだっけ、前も紹介したんですけど、レトゲ戦記ですらなくて、言論戦記っていうのがあるんですよね。暇そら戦記じゃない、レトゲ。まあ、言論戦記の方はね、あれですよね。そう、勝手にやる方がいいでしょうね。別に訴えてくる、僕訴えてもしょうがないんですけど、暇サラさんが。敵対してないんで。まあ、ブロックとかされるのは別に全然知らない。どうでもいいんで。裏垢で見るだけなんで、ね。で、彼は人に言われる立場だし。なんだろうね。ファクトチェックとかは、ちょっと、それこそヌールさんとか手伝ってもらってね、ちょっとスタッフに入ってもらってとか、そういうやり方がいいでしょうね。だからやっぱ難しいんですよ、テーマが。テーマがとにかく難しいんで、あれかな、このまず西葛西出版戦記を書いて、
そこに暇空さんが重要人物として出てくるって構造にして、うん、で、海をって帯の説明とかすごく良かった動画ありがとうございます。帯のね、ここ暇な空白じゃねっていうとこは多分編集者喜んでると思いますよ。デザイナーさんか、うおー分かってくれたみたいなねね、あれはね面白いですよね。でこれを書いてからのからのこれかな。これ正面からやるとしたらね、うん、今度はね、パンダそんなのあります？どっかありますか、パンダ？ないと思いますけどね。ゲノンだと奥ひろきさんの話かと思う。奥さんってあれだ、ガンツの人？今日の服はかわいい今日はもう着ぐるみなんでね。着手って着手はしてるんだな。出版は秋、最速で秋から冬だね。その時は情勢がどうなってるかだけど、新婚旅行の時にハワイで買ったんで、なんか値札がもうよくわかんないですよね。8ドル ?3 ドルかな ?3 ドル。ね。パンダ好きですよね、みんなね。なんかもう面白くてしょうがないんですよね。すげえどうでもいいんですけど、4万字記事に出てくる某さんのあだ名パンダなんですよね。かぶってんですよね。カルタゴになりませんよね。さらちに塩をまくやからが多いので、まあわかんないけど、うちもそんなに弱くはないですからね、うん、一応株式会社なんで、まあ、戦いを挑むなら勝負になるし、なんかただ嫌がらせしてきたら別に訴えるだけじゃないですかね。話は早いんですよね。まあそんなとこですかね、真面目な話としてはね、うん、まあ本当何度でも言いたいのはやっぱりこの放送を聞いてくれる皆さんのおかげで人生楽しくなってきた。会社にも超絶ハイパープラス。ということは、皆さんが喜ぶような、おう、大手マスコミが扱わないことをしっかり説明したり、面白いことを喋ったりって、こういう感じですよね、うん、本当に皆さんのおかげでなんとかなってきたんで、もう感謝の気持ち以外なくて、あと足利さんも引っ張ってきて、足利さんいるときはもうただ飲み会にしましょうね、スナック西葛西出版にしましょう。ライブで変なこと言うわけじゃないんですけどね、これ僕はこう言ってますけど、実はひまそらさんも全く同じことを言ってて、ね、ひまそらさんも、まあ、ブロックする人はすぐブロックするんですけど、するんですけど、ね、ライブはしごしてください、もう、さすがにひまそらさんとか優先でいいですよ。小林って言ったやつは許さんみたいな。冗談ですよ。ね、ね、ひまそらさんもやっぱカンパしてくれたりとか、見てくれるみんなのためにやっているわけですよ。それが正しいですよね。やっぱ権力者のためにね、やるってのはおかしいし。私ブロックされてんの？かわいそうに。僕はなんとかまだ生きてますよ。でもまあ、どっかでブロックされるんじゃないですか、さすがにね。うん。別にそれはどうでもいいですよ。それは僕のサブアカで見ればいいだけなんで。じゃあ僕がどっかで暇さんになったら、ヌールのブロックを解けって言っときますよ。最後の2行、
大手マスコミは扱わないことをしっかり説明したり面白いことを喋ったり、フィリピンパブレポートをしたりしません。うん、まあヌールさんは名前は怪しいですからね、かなりね。あとスクリプトで対話罪とかもあるのかもしれないですね。僕も国際弁護士なんとかをね、やりそうになりましたけど、しないんかいって聞きたいんかいっていうね。フィリピーナを呼んできて、もうライブフィリピンパブとかやるの面白いかもしれないですけどね。誰が来てくれるのか知らないですけど。うん、AI 先生だしねって。でもヌールさんの活動しっかりしてますから、動画まとめてもうちょっと出た時に DM してみたら、私こういう趣旨でやっててちゃんとやってるんでつって、社長さん、社長さんって本当に言われますからね。 OK I'm president とか言うとめっちゃ受けますよ、うん。もう僕は飲み会のテクニックを全部ゴールデン街でね身につけたんでね。社長さん、私忙しいよ。何言ってんのつって、 You are liar liar みたいな。パブとクラブはあんま分かんないかな。パブっていうのは今度ね、今度でもいいんだけど、パブはパブリック、誰でも入れる。クラブは会員制。こういう違いでしたね、うん。上流階級のものか大衆のものかですよね。というと僕は完全にパブの人なんで。AI 先生嫌われ者なんだ。そうなんか。でも最近さ、なんで知ってるか聞かないでほしいんですけど、ファンザでも、ファンザの同人のとこでも AI 弾く検索になりましたよね。なんで知ってるかは聞かないでほしいんですけど、はい。AI だからいい悪いじゃないですよね。どういうものを積極セレクションしてくるかっていう話ですよね。各国の人のいるとこは甘いもの目って言われる。そうなんだ。韓国の人はね、僕結構好きで、面白い人多いですよね。国としてはふざけんなよと思うことはすごい多いですけど、国とあとやっぱあっちの国内の人の思想は結構やばいんですけど、やっぱ日本に来てる人は日本結構好きだしね、なんか楽しいですよね。うん、ということで今日はこの辺にしようかな。あと10分なんかダラダラやるか。あと10分。ヌルさん結構いい番組作ってるから、もう結局さ、ひまそらさんもさ、暇な空白、多分最初はゆっくり音声男声だったんですよね。でそれがなんか収益化デギーンみたいな、こんなのがあって、女の子の声立ち絵、もう女の子、こういうふうになんか進化してるんですよね、あれもね。うん、でプラス生声、悪魔笑い、おお、なんだイコールか、こういう感じになってきましたよね。著作権の話になると AI 肩身は狭いのが今の情勢ですよねっていうね。そうですね、うん。お客さんの話し言葉で日本語を覚えるから敬語になってない海外のホステスさん。あ、海外のホステスは熱いっすね。高弘さん、ちょっと後で相談しましょうか。うん、ウルさんの動画はちゃんとやってますよね、本当ね。いいと思います。劣化コバヤティみたいなダメだと思いますよ、本当に。コバヤティはいいんですけど、劣化コバヤティはやばいと思いますね。はい。どうすれば全てのメディアに観光料を徹底できるんだろう。ほんま不思議。それだけでもできないことをしれっとできるなんて、どんなやつなんだろうというね。うん。
まああれでしょうね、すまんですが動画に CM ついてるときにスキップしない方が配信者の人には得なんですか？それはね、あんまり知らないですよ。普通に考えたら動画最後まで見てもらったりクリックしてもらうのがいいんだろうと思いますけど、そんなことよりやっぱり CM はこっちもね、苦しいところながらつけさせてもらってるんで、もう見たい CM なら見ればいいし、そうでもないならスキップしちゃえばいいと思いますよ。で、数来てくれるのがやっぱ一番いいと思いますしね、本当に著作権問題があるなら裁判だらけで法的な規制がかかるのに今のところ問題ないのにね、というね、僕は別に AI かどうかっていうより素敵かどうかっていうだけですよ、本当に。ヌールさんのやつは僕は好きですよね。ヌールや可愛いけど女の子は怖い、今日この頃。佐田由紀さん、ちょっと後で聞こうか再生回数ですね。うちはロング動画なんで1再生あたり 0.5 円から1円っていう感じの単価なんですけど、ショート動画だと 0.01 円とかね、あと短い動画だともっと低いですし、結局回数なんですよ。で、僕はもうロングで喋るっていうスタイルでやってるので、逆にショートやっても勝てはしないですよね。長ければ長いほど個性が出てくるっていう感じですよね、だからもし配信者のお金になるようにって考えるだったら、月に1回100円スパチャする方が広告動向するよりでかいですよ、多分。多分ね、その1人の1人当たりとしてはね、だって月間10万再生、10万再生ってオリジナルで月間3万人来て1人100円払ってくれたら300万円でしょ、ね、そんなに広告費で行くことはないですから。だからもしうちは、まあ、うちとかヌールさんとかのところで、ね、ヌールさんすごいいいねと思ったらもう100円とかでも超いいですよ。あとスパチャが入るとチャンネルの評価上がるからね、あ、お金ないからせめてもと思って、なるほどね、それはもういいねつけたりとかコメントしてくれる方が多分でかいと思いますね。コメントが多かったりいいねがついたりするとチャンネルの評価が上がってくんで、だからその広告は別に自分のペースで切ればいいと思いますよ、それよりはいいねとかコメントがあったりする方が、ポジティブなコメントがあったりとかね、そういう方が全然チャンネル的にはありが、これ僕だけじゃなくて全部一緒ですけどね、そうおすすめに上がるかどうかですね。そう再生時間がね長い方が強いんですよね。で、僕らはいつもサウンドオンリーだから絵が動かないんで弱いんですけど、まあそこはちょっと難点ではあるんですけどね、別に毎回僕らが出て動いてその喋って動いてるとか見せるからそれで再生数伸びるとかでもないと思うんでね。そうすると文字が文字じゃないファイルが重くなってめんどくさいしね、文字列入力したいなら線の先頭にシングルクォーテーションを入れてください。どういうこと？あ、いいですね、ヌールさん。ヌールさんやっぱりなんかね、やっぱ漂ってくるいいやつ感がありますよね、ヌールさんはね動いてもねえ、深夜ラジオみたいに西笠さんまた西笠さんループしてる、ありがた、それが多分一番ありがたくてね、気軽に僕らの話を聞いてもらえるとね、すごい嬉しいですよね。歌って踊れる出版社チャンネル、完全にスナック化してますね、バックグラウンド再生を YouTuber 重要視してんの。なるほどね。まあ結局ね、動画をこうやってじーっと見るっていうのはもう競争激しくて無理なんですよ。あとなんかやっぱりクソ動画っていうか動画素材を組み合わせて作ってるやつが増えてきてるんで、その動画が動いてるからいいってもんでもねえなって感じになってきてるんだと思いますよね。最終的にはやっぱり文字起こししたものを AI が判断して内容があるかどうかとかキーワードの数が多いかとかになるんじゃないですかね、多分ね、もうなってるかもしれないね。バックグラウンド再生は多分プレミアムじゃなくてもできんじゃないかな、今映りはしないんですけど音は出るんじゃないかな、多分わかんないですけど、もうメインのやつはプレミアム入ってるんですけど、
作業して聞けるのがすごく助かります。勉強になりました。まあ、作業用っていうのは結構意識していて、だから1時間ぐらいで作ってることが多いんですよね。うん、もうあの、レイヤーさんの動画っていうのは23分、最近は23分か3分ですよね。うん、それとはちょっと思想が違う。あれは売り上げでベストをつくんですけど、やっぱうちはあの、やっぱ作業1時間の塊、それこそ僕は今これとか使ってますけど、このこうやって1時間が経つとこうやってこれが減ってって1時間終わるとピッピッピッってなるんですけど、まあ1時間ぐらいちょうどいいですよね、一作業の塊にね。うん、あ、ゆっくり系ね。はいはい、殺雑殺雑ね。そう、もう最初から全くなければ全く見ないじゃないですか。そうすると手を動かしたりとかし始めるん で、誰もがやっぱ洗濯したり片付けしたりっていう作業を何のかんで1日最低でも30分ぐらいあるじゃないですか、ね、出勤とかね、通学とか、そこに入らせてもらえるといいなっていう思想ではありますよね。これ僕ねもうずっとやってるんで、その昔やってたやつ、昔は僕も喋るの下手っぴなんですけど、アトトカっていうチャンネルがあって、まあ、作業用が、これはもう何の収益化もしてないし、うわ、なんか恥ずかしいな。なんか昔やってたチャンネルね。これが2015ぐらいからやってて、もうメンバーもアシカさんいないし、違うメンバーでやってるんですけど、これも作業用っぽくやってましたよね。回ってるやつはね数万いってんだけど、そうじゃないのはやっぱ100とか200とかですよね。うん、ポッドキャストで英語流してたけど作業に集中して耳に入らなかった記憶が蘇った。まあそうですね、流れちゃうと結構しょうがないとこありますよね。顔がタイプじゃないけど声が好きなんで長いの助かります。アシカさんの声も好き、笑い声がなんかちょっと酒飲もうかな。僕ね顔が好きって言われたことあんまないですね、確かにね。で別にモテないことはないですよ。顔はちょっと待って、動揺がさすがに、あの動揺が、飲むか、みんな飲もう。いいんだいいんだ、俺なんか、顔が好きじゃないけど声が好きっていうのはなんか喜んだらいいんだろうか。飲もう、飲みましょう、そういうこともあるよ。情けない男でごめんよ、具にもつかない俺だけど。ああ、25度焼酎ね。ボアダムさん、ちょっとあの来世はちょっと幼馴染に生まれましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。顔っていうのはなんかね、あの結構難しいんですけど、僕自分の顔全然かっこいいと思わないし、むしろ嫌いだったんですけど、顔って慣れるんですよ、ある程度見てると。だからもう出すしかないっていうか、もう出して動いとこ見ていただくと、まあ別に悪いは悪いなりにですね、あのだんだん慣れてきて、まあ、まあ親しみなる顔だなってなってくると思うんで、だから別にたまに出てくるんですけどね。うん、別になんか隠し通したってどっか出ちゃうしね。お二人の声、耳障りが良いですね。ありがとうございます。人柄が出てる、すごく好きですよね。まあ、僕は人柄はあんま良くないんですけど、アシカさんがね、もうあの、ザ・善人なんですよね。あの、もうあんな善人どこにいるんだっていうぐらいね、もうあの、善なんですけど、やっぱあの、善人と言いつつ、やっぱあの、酒が好きすぎるのと、酒に好きすぎて酔っ払ってめちゃくちゃになる時があるのと、あと、あれですね、アシカさん聞いてる？聞いてないかな。ね、あとあれですね、下ネタが好きすぎるっていうね。うん、声質と2人のテンポが聞きやすいのは事実。ありがとうございます。
足利さんのしだらさが好きって、なんかやっぱ今回の騒動のやつはあのひまそらさんの判刑は本当わかんないですからね。足利さんね、最初はね、知らないことを僕に言われるのはちょっと嫌だったんですよ、最初はね。だけどあのだんだんその知らないことを勉強する楽しさをね、僕といて分かってきたとか言ってね、と言ってなんかだんだん楽しくなったみたいですよ。でもこれ顔も好きだよ、保存しとこう俺。ここだけ保存しとこう。顔も好きだよっていう。そこだけスクショしておきました。声質ね。僕の声質はね、あんまり実は良くないんですけど、鼻声なんですよ。鼻声っちゃ鼻声なんですけど、頑張って鼻抜いてるんですけどね。あと、抜いてんのと、なんていうのかな。こうやって喋るんじゃなくて、なるだけこうやって声を飛ばすようにしてるんですよ。一応声が張りがある方がイヤホンとかで聞くときにちゃんと刺さるようになっているんですよ。ね。で、足利さんも天然ですね。で、僕みたいな鼻声は、まあ聞き取りづらいっちゃづらいんですけど、聞いてると、なんていうのかな。なんか、あれ？あれって一瞬こう聞くから逆に印象に残るみたいな声らしくて、実は鼻声ってのは悪くないらしいんですよね。だから鼻声の芸能人とかいるらしいですよ。よく誰だっけ忘れましたけどね。今沢さんのハマると一気に自習しちゃうよねっていうね。そうですね、まあ、喋るとなると結構いろいろ忘れててあれなんでね、整理しなきゃいけないなと思いますけどね。40過ぎたら見た目の美醜に対する価値観は多様化してきて、もうどうでもよくなる、まあ、みんな違ってみんな素晴らしいってとこですよね。うん、本当に。なんか昔はさ、恋愛で言ったらもう20代の時の時とかはやっぱ40歳以上の人とかはそれは当然恋愛の対象範囲外ですけど、今見たらそのね、お子さん育てながらね、それでちょっとぽっちゃりしてきた人とかも本当愛しさしかないですもん。その人間愛としてね、もう恋愛とかいうフィルターで見てないから、あー本当頑張ったね、俺も頑張ったよっつってね、そういう風になりますよね。戻りました。週末におっさんのライブの話が最高です。あと、どこに、タレヤマさんとか、ここばやって言ってたんだっけ？ね、お帰りなさい。ここばやって何歳なんだろう？なんか、30ぐらいなのかな？知らないですけど。なんで仕事してないんだろう、あの人。なんか辞めたんでしたっけね？あんまりここばやってに詳しくないですけどね。下ネタ、バンコク共通。そうそう、そうなんですよ。下ネタ、大事ですけど、母が聞いてるのだけちょっとマジで気まずいですね。こういうパターンいいかもね。ひまそらさんの かぶることを恐れずに、でも開始21時だとマジガチ、ただのガチかぶりがもだから、8時に始めてひまそらさん終わったら戻ってくる人がいて、おかえりーっつって、おかひまーみたいな感じでね、いいかもしんないね。ひまそらさんはうちのチャンネル聞いてんのか問題っていうのはありますけど、1回目はね、聞いてくれたんですよね。1回目は聞いてくれたけど、その後聞いたかどうかはもうほぼ証拠がないんですけど、でもなんかちょっとかじって聞いた形跡はあって、認知プロファイリングですけど、ね、まあ気になるテーマの時もあるんじゃないですかね。知らないですけど、参考にはならないと思いますけどね。結構意外と裏でファンになってるとかいう可能性もある。で、全く見てない可能性もあるって感じですかね。結構僕とひまそらさん友達だったら仲良くなるタイプなんで、もう今こういう状況だしね、やっぱカリカリしてるんで、ひまそらさんもね、なかなかね。なるくん聞いてそう？マジで。なるくん、なるくん、イエーイ、なるくん見てる。なるくんって若いんですよね。なんかひまそらさんよりなるくんのが狂気を感じるから面白いですよね。あ、この人本当にイカれてんだとか思うからね、なるくんね。そういえばひまさんのツイートして、ああそうですね、ひまさんねツイートしてくれたんですけど、多分だけどなるくんか、なるくんじゃないその周りのなんかわかんないけども
X をやってないピンフスキーとなるくんのチャットとかわかんないけどね、そういうのとこでひまそらさんにこんなんやってるぜと、内容見たら結構良かったよみたいに言って、それでひまそらさんは戦略的に、あ、こいつは臭くねえと、こいつはなんか工作員じゃないし臭くねえから、ちょっと一瞬取り上げて様子見るかっていう感じでツイートしてくれて、でまあ僕は結構あのひまそらさんの料理まずそうって言ったからすごい気まずいんですけどそれでツイートして、まあ育つんだったらなんていうか、そんなマイナスにならねえかなみたいな感じで見てる感じですかね。80過ぎたくらいにひまそらさんとゴールデン街ってめっちゃ面白そうだねゴールデン街に響き渡る悪魔ボイスみたいなねね、いいねそれね。なんかひまそらさんとゲームやってみたいね。あの別に会わなくていいから、今会うの危険すぎるんで、あの人、あの要するに僕が会おうぜとか言うと、もうただの彼のリスクになるだけじゃないですか、物理リスクになっちゃうんで、そういうのはできないですよね。あのメチに関してはカルピスも同意だからしかない最近上手になってきましたよね。根本的にあの飲食店とかで働いたことないなっていう話ですよね。僕は飲食店であのワタミの厨房に1年ぐらいいたから結構料理上手なんですけど、うん、ひまそらさん行動を見ると言ったから今観察してるのでは、まあ、まあまあうっすら見てるとは思いますよ。やっぱ全員ヌールさんもそうだしね。でも僕は役に立つか役に立たないか知らないですけど、まあ、避難所みたいなみっともないことはしないし、僕は僕の正義を貫いていくだけなんで、道が違うこともあると思いますね。でまあ仮に全く違う問題、WBPC じゃないとこで敵になる可能性もあるわけですよね。それはまあまあそれもいいですけどね。今日も特急券が出てた、あれでしょ、大学教授でしょね。まあ多分そうだろうね、あれはね。なるくんがうずらの卵を食べてもいい、なるくんとあかねちゃん、あのひまそらさんと、あと最近 松井健太、松井塾は通知オンにしたから全部ツイートが僕のとこやってくるんですよね。でも西葛西出版の放送はさ、ひまそらさん の作業用にいいのかもしれないね。ちょっと目を離した隙に避難女子が逃げてて笑ったっていうの、あいつ本当にダメだよね。本当にしょうもないね。骸骨の煮付けね。ミーダのやつとかあったよね。もうあれはさ、あれはなんかあのなんていうのかな、だからもうインスタとかやらした方がいいんだよね、多分ね。インスタグラム。ひまそらあかねのインスタグラム。インスタ映えを研究する。そういう本あったかな。あった気がするんだよな。インスタ映えの本とかね。ひまめちは結局ね、なんでひまめちの話をあそこでしたかっていうと、やっぱひまそらあかねさん僕すごい好きなんですけど、もうこんなに好きな人はいないっていうぐらい好きなんです。実はライブの後ろの方だから言うんですけど、だけど番組の立て付けとして信者がやってるっていう風にすると信頼度が下がるじゃないですか。だからちょっと、いやひまそらさん俺あんま好きじゃないけどさみたいな感じでしつつ、最後にあのあれですよね、あのギター侍の切迫じゃないですけど、最後のオチを作って、そのなんていうのかな、ひまそらさんの あいつは大したことねえんだよみたいな風に終わって、別に信者じゃねえよっていう風にするためにあのひまめちを入れたんですけど、あのあれさ、本人にリプで貼るやつがいるんだよね。西葛西出版の、西葛西出版の人がディスってましたよみたいで書く人が結構いて、まあ、本当に気まずいからやめてほしいんですけど、まあ、でも飯はうまそうですけどね。単にあの、見栄えの問題ですよね。うん。あれはちゃんとホワイトバランスから、ね、考えないと、みんな青白い写真で見てるから、余計にまずそうに見えるよ。そうなんですよね。そうなんですよ。あのサイドだから明るさちょっと上げる、サイド
これだけで結構綺麗に見えますよね。あとはあのまとまりを作るとか、高さを意識するとかね。うん。自家用車は最悪？何？どうした？どうした？わかんないけど、タラヤマさんだからネガティブなやつじゃないけど、なんだ。あ、スタスタぐるぐる新周辺購入させていただきました。ありがとうございます。このね、新周辺僕の記事が結構いっぱい書いてあるんですけど、もうそれはね、飯の話もいっぱい書いてあるんで、ぜひぜひ読んでください。やっぱサッカーを通じて地域を知るっていうのがね、僕のやり方ですよね。はい。色温度ね、そう、色温度赤系にするんですよね。うん。急に美味しそうな話になったわ。まあ結局ね、僕も一人飯するときは別にうまそうな盛り付けしないですから、まあそれはしょうがないじゃしょうがないですよね。うん。見られてる。何が？高広？え？どれだ？うん。北関東編。ああ、今度群馬行きますよ。群馬と、あと今やってる企画で水戸と、鹿島、神栖鹿島、大洗、水戸はやりますね。あと群馬。本にするのは前者で、群馬はYouTube 企画ですけど、栃木はちょっと今、まだ今考えてないですけどね。考えて、行ったこと何度もありますけど、栃木どうするかっていうのは今、目の前にはないんですけど。スタスタぐるぐるって企画はね、もう一回、もう破綻したんで、あ、わあ、やった、どっちだろう。群馬と茨城どっちですかね。よかったら教えてください。なんか人も減らないですね。100人いる。100人ってすごいね。ただおじさんが酒飲んで喋ってるだけなのにね。着ぐるみ着て。あ、鹿サポなんだ。へえ。鹿島アントラーズですよね。僕歩いて鹿島まで行って、それを今書いてるんですけど。ね。鹿島今年は強いですね。今日どうなったんだろう。今日知らないや。明日だっけ？明日だっけ？鹿島。あ、岩田に勝ってる。1-0だ。1位？あ、1位町田か。あ、全然1位じゃない。4位だ。ね。急に美味しそうな写真になったらこのライブ見られてるってことです。なんかさ、そういうとこやっぱひまそらさん可愛いですよね。そういうとこかわいいですよね。なんかね、なんか結局ね、やっぱひまそらさんが人気あるかわからないけど、小笠原光雄が好きだったって。もう小笠原光雄人気あるかないかじゃなくて、もう神様に次ぐもんですよね。銅像ですよ。サッカーの話は火曜日にオールマガジンで飲み会やるんで、順位だけパッと確認したら飲み会にしてダラダラ喋ってるんで、そこでやりましょうね。町田の話もしましょう。でひまそらさん、なんか可愛さ、なんかなんていうのかな、なんかチャラ男の逆ですよね。なんかたまにちょっと自信なさそうになるとか、めちゃくちゃ可愛いんですよね。なんかもうやっぱね、なんだろうね、僕ああいう人たちとよく飲み会をしてましたよ。オフ会でね、ああいうタイプのオラオラオラってゲームの時は、いや、このサーバーに俺ほどの戦力、俺ほどの装備持ってるやついねえからさ、みたいな、そういう感じの人よくいましたけどね。実際僕の仲いい友達はラグナラクオンラインで、韓国まで行って、なんか代表戦戦ってましたからね。僕は行かなかったですけどね。悪魔の笑い。うん、まあ、悪魔の笑いって僕は思ってないですけどね。ひまそらさん喋りはかなりうまいですよね。そうそうそう、チャーミングな。で、チャーミングさが分かんないで、ひまそらさんの、きよちゃんの可愛いとか分かんないで、なんていうのかな、悪意の塊みたいな見方をすると、サシャに怖いかもしれないですね。うん。やっぱね、プレッシャー感じるの分かるんですよね。僕はひまそらさんの話を勇気出して最初にした回がある、1回目があるんですけど、それがバズって、ね、バズったんですけど、
その後夢に出ましたもん。ひまそらさんが僕のことあの番組シェアしてくれて、おこいつ全然間違ってるけど面白いじゃんみたいなね。そので、あ、多田さんってランス、あのアリストフトの多田さん分かってん、知ってるの分かってんじゃんとかいうのが結構プレッシャーで夢に出ましたからね、ひまそらさんのそのコメントが。だから多分 WBPC の人とかよりひまそらさんの方が怖いと思いますね。あれは結構ね、本物の最強の知性なんで、いろんな大学教授とかと喋りましたけど、あんなに頭いい人めったにいないですから、まあ、いますよ、いますけど、あのネット界隈ではもう無双ですよね。だってひろゆきさんだって相当やばい人なんだけど、そのはるか格上じゃないですか。ひろゆきさんだってたまに負けますけど、負けたの、ひろゆきさんが負けたのってだって米山さんと、あのなんだっけ、なんとか G でしょ、何 G だったかな、忘れました、フランスにいる人ね、とかそういうあのガチ者には勝てないっていう感じですけど、ひまそらさんはそのひろゆきさんのはるか上行くからね、やっぱやばいよね、あの人ね。やっぱやばいっていうか、うん、でしかもそのブログのまとめみたいなものがそのままベストセラーになるわけだからね、うん、タキパンに書いたことを引用されたけど心臓ドキドキするからね。あ、そうなんだ。僕もなんかやられたよ、全然気にならないけど、うん、わかります。でも強烈すぎて生で聞くのはちょっと怖いって。そうなんだ。僕結構ね、あの喋り聞きながら眠れるようになりましたよ。うん。ひまめちゅうキングで見た以外からダイエットの。それはね、あのね、それはあれよ。ひまそらさんの、許可が必要だけど。それ、あの、写真のさ、あの、許可もらえたら作れますよね。そんないっぱい売れる本じゃないけど、カラー印刷だからちょっとね、コスト高いけどね。2000円ぐらいの本で作るのはできますけど。うん、松井塾 A でしたろって。ああ、松井塾ね、やっぱ本当、ちゃんとやってますよね。塾の先生って感じでね。だから、こっちがね、わかんない。テーマとかすごいいいですよね。人増えてきた？マジで？なんで？ひまめち本買う？ひまめち本のさ、一番厄介なとこはさ、ひまそらさんにさ、あのひまそらさんにあの DM して、すいません、あのひまそらさんの DM、 あれ、あの出してる写真のスクショが、で、スクショじゃない、あの写メがですね、あのものすごくまずそうで、ダイエットに使えると思うんですけど、ぜひ提供していただいて書籍にしませんかっていうのが一番嫌ですよね。それが一番嫌ですね。多分あれ iPhone の、あ、でも iPhone の最新で撮ってるのか、使えるかもしれないな。あの DPI っていうなんかあの指標があって、300超えてないと書籍には使えないっていう話なんですよ。僕もあんま詳しくないんですけど、それ超えてたら使えますけどね、あの元がね、色味変える色味変えないでくださいねって。でもあれだよね、ひまめち特集のライブとかできますよね。ひまめち特集のライブやったらブロックされるかな、どうかな、なんか嫌なんだよね。僕ブロックされたくないんだよね、あんまり実は。いや、気にしないでって、気にしないよって言いつつなんですけど、やっぱちょっと悲しいじゃないですか、なんか仲良くなりたいしね。ひまめち本レシピに載ってても材料高すぎて美味しそうに再現できないのは難しいですねって。今日あんなに載せんなかった。うん、最低なら 150dpi。 あ、詳しいですね。150でもいけんのか。でも料理本だからね。うん。じゃあ、まあ、あの平和になったらね、あの住民訴訟とか終わって平和になったら、ひまそらさんにダメ元で聞いてみましょうかね。で、ガチのあの料理写真家とかにコメントしてもらうみたいな。ね、あ、そうなんだ、ルールさん仕事してよ。してよとか言ってね、うん、ひまめちゃんはね、もうすごいですよ、レアルマドリーですよ、もうね。
あの写真界のレアル間取り、今なら AI 補正も78でもいけない、そうなんだ、じゃあ全然いけますって、あの人は iPhone 最新15とかでしょ確かね、特に意味なく買い替えてるって言ってた気がするんで、僕はもう11ですからね、オールマガジン付き。そうなんだ、へえ。まああの暇めち本で、なんか僕が暇な虎さんのこと書いた後でしょうね、それはね。あ、プロが作ったらの比較めっちゃ面白いね、それめっちゃ面白いですね。いやーでもね、やっぱ暇そらさんで写真提供してもらうのがハードル高いよね。ちょっと誰かブロックされてもいい人、架空の出版社語ってちょっと聞いてもらえないですかね、なんかね。西葛西の視聴者で失敗クッキング写真集めるで、あれさ、あれあの本人は美味しそうだと思ってんのがまた厄介なんですよ。だから実際ね、別にそんな悪いわけじゃないっていうか、まあ、悪いんですけど、なんだろうね、ちょ写真の撮る時の自分が美味しいと思うとこっていうよりは、人が美味しく思うようにしなきゃいけないみたいな、そういうとこですよね。なんだ僕ミイラなんだっけミイラ、なんかミイラの内臓飛び散ってますねみたいなやつが面白くて、でやっぱひまそらさんもお笑い分かってる人だから、ふざけんな、おいお前ふざけんなみたいな喧嘩してるのがたまらなく面白いんですよね。うん、今沢さんもし見てたら、スパチャ5万円以上いただけたら取り上げるんで5万円以下はちょっと気まずいんでスルーします。逆に直球で今沢さんのレシピ本ですれば OK かも。あね、そうで、生肉のヘルシオのねパンフ僕もらってきたんですよね。ヘルシオまだ買ってないですけど、高いから。森に落ちてる生ゴミって森に落ちてる生ゴミってもう完全にあれじゃないですか、カラスの死体とかをなんか動物が漁ったやつみたいなもんじゃないですか、それやばいね。昔オーストラリアのタスマニア島行った時に道でね引かれた、なんだっけあれ、あの動物なんだっけな、なんだっけあの動物、動物の名前が思い出せない、オーストラリア動物、ウォンバットだ、ウォンバット、ウォンバットが引かれて死んでて、その腹綿をカラスが食い漁ってた時があるんですけど、それみたいな感じですかね多分ね。お、ひまさわさんツイートしてる、なんだろう、判明した、ミルジュの録音、東大教員のあのが多い、田中東子さん、埼玉ラッパーにお詳しい、興味ない人は知らないレベルのラッパーまで知っている、これ見ようか、ラッパーにお詳しい、興味ない人は知らないレベルのラッパーまで知っている、多分趣味を通じるしすげえ仲良くて口調がにできた別人やろっていうね、別人でしたね、そうか、別人ですかね、これは ヘルシアはプリンもうまかったが、プリンの硬いのよりふわプリプリンになる茶碗蒸しはビビるぐらいうまい、何のことだか分かんないですね、もうね、ちょっと危険だからこれ閉じましょう、ヌールさんに戻ろう、ヌール、よし、三角コーナーご飯ってもうブロックされるよね、チーズを使うだけやけ、暇めちのおかげで映えを意識しないようになりました。想定される会社は。イギリスだと特番で道で死んでる動物の調理の仕方の番組があるらしい。すごいね。でもやっぱイギリスなんかは結局うまいもんがない土地だからね。うん。食料のない土地だからそういうのもやりますよね、多分ね。チーズ使って美味しく見えないのはなんでなんだろうね。焦がせばいいんじゃないの、なんかわかんないけど、素材だけ僕に送ってほしいですね。僕と対決するみたいなさ。
素材高いから、あのからすみうまそうだったもんね。うん、まさにエブリショーが地図と逆ついて、僕がブロックされるから、西葛西出版があの今後の出版に影響するからさ、もうあのさ、いわゆる撮影ってね、ライティングなんですよ。あのうちもね、あのちょっとこれカメラ外すね。ちょっと一瞬酔いそうになるかもしれないんですけど、ちょっと待ってね、これか、外しますね。よいしょ。こういうのが2つついてるんですよね。これとこれ、ちょっと今散らかってますけど、あそこ僕の脱ぎ散らかしたズボンが置いちゃった、ちょっと申し訳ない。というわけで、こういうライティングをこう持って、カメラはむしろもうアシスタントで持たせて、ライティングの方をこうやってやるんですよね。湯気も黒バッグで撮影。あ、そうなんだ。へえ。材料ミイラ500。ちょっとやめて、僕が嫌われるから。いくらか火が通ったってなんだっけ、それ知らねえわ。いくらに火通す人いんの。聞いたか言うて、半熟いくら。何それ、何すかそれ。あ、こっちが。ミイラ変わる難しいですよ。今空さんは結構なんかやっぱ、あと可愛い人だしね、やっぱ仲間に優しいですよね。ブロックはするんだけど、結局小林見捨てなかったしね。うん、一回ツイートしたよ、ダイエット本。そうなの、何、わかんない、それ全部見てるつもりだけどね、あの全部見てるつもりで見えてないんだね。デンちゃんもレイヤーも気持ち悪いって書いてある。なんだ、ひもさんの行く店高すぎるからさ、一緒に行っても割り勘しづらいし、奢ってもらうのも嫌だしさ、なんかそこは気まずいよね、なんかね。うち来てくれたら俺が肉焼くけどね。なんだ、レイヤーが。レンチャーじゃなくてこれ赤木レイヤーだ。なんだかわかんねえな。ネオ X です。なんかなんだかわかんないですね。バウンド照明。何が。ヌールさんの絵が可愛すぎるんだよね、本当に。もうこのガールズバー終わ、もうおしまいですよ。ずっと言っちゃった。西葛西って言っちゃったわ。あ、それ、サダイズさんが犯人ですか、それもしかして。それ見ましたよ。うん。ヌーさん含め、時事系インタビュー本を作ってみるとか。結局ね、あの、本を作るっていうのは、字数が埋まれば何でもできるんですけど、やっぱり、10年後にも価値がある、本質的なものであるべきなんですよ。だから、そういう軽めのテーマじゃなくて、やっぱヌールさんが、この今表現、ね、YouTube でやる中で見つけた大きいテーマについて出すみたいなのはやっぱ面白いと思いますけど、みんなのインタビューを集めて軽くやるっていうのは雑誌のやり方ですよね。で、雑誌のみたいなやり方は今もうね、全然ダメなんですよ。ネットに食われてるから。逆にネットのインタビュー記事とかあったら全然できますよね。どうやってお金にするかは知らないですけどね。じゃあそろそろしようかな。皆さん言い残したことが、もう30分終わりにするって言ったから30分経ってる。皆さん言い残したことがあれば、今のうちに、ひまめち以外で。イギリスヘイトスピーチ
イギリスね。タスマニアデビルじゃなくて、ウォンバットですね。タスマニアデビルは見つからなかったですね。ねえ、今空さんいい人だよ。だから騙されたんだよ。それで、修羅になってるんですよ。ね。でも本当にいいやつだと思う。だから僕があのラグナルじゃなくて FF で会ってたらね、今も仲間かもしれないですね、普通にね。まあでもまあまあ。まあまあ。人生いろんなことがあるし。僕はひまつらさんのテーマを追っていくというかですね、手伝うというか、もう、本当に大手マスコミはしょうもないし、しょうもないっていうか、国売の、東京都が国売配送をやらないって何事かっていう話なんですけど、もう、なんか、ヘラヘラしちゃいますよね、ほんとね。うん。なんで、そこをやっぱり、しっかりやるっていうのは僕の一つの使命になりましたね。サッカーを通じて日本を、のことを、再発見するっていうのをテーマとしてありますけど、そう、ひまさよさんのこともちゃんとやんないとなっていう話ですよね。定例会見でもなかったとかもう冗談じゃないよね、ほんとね。なんかちょっと考えが甘いよね。うん、なんか小池百合子を一回自由が丘で見たことあるんだけど、感じ悪かったもんね。なんかね、これ個人の感想ですけど、偉そうだったね、すごいね。で、東京都って多分偉そうな組織で、偉そうなんですよね。うん。うん。黙殺しようとするのはね、すると思いますけどね。無理だと思いますよ。うん。これからもたまに緩いライブお願いしますので。はい。勉強会と、勉強会系と緩い系のね、両方やりましょうね。うん。アウフヘーベン草なんだ。なんでアウフヘーベンした？アウフヘーベンはあれですよね。テーゼとアンチテーゼをね、一つ上の段階に導くやつですよね。マスコミスクラムね。そうそうそうなんですよね。健康ね、まず、頑張りますよ。うん。まあ一応僕なんかはやっぱり、コバヤティと比べても全然知識もない雑魚なんですけど、その、ね、ジジイだし。エリコさん、アウフヘーベンって言ってたの？なんだそりゃ。あいつ分かってんのか、そんなこと。小池。まあ、雑魚なんですけど、まあ、やれる範囲で頑張っていきますよ。小池氏、カタカナ語対応、アウフヘーベン、ワイズスペンディング。築地市場で立ち止まってより大上の次元に全部含めてどう判断するか、そのためにアウフヘーベンが必要だと述べた。アウフヘーベンしてないじゃん。アウフヘーベンっていうのは合理主義っていうのがあって、理性が全てを決めると。で、経験論があって、人はゼロで生まれてきて経験によって成長していくと。生まれた時には、でこの合理主義と経験論っていうのがあって、それをこの2つを総合して次のより高次の高みに持っていくのがアウフヘーベン。築地フォア豊洲で豊洲に埋めるのはアウフヘーベンではない。以上。うん。
ネクタイ出版で東京都にインタビューする、まあ、そこまで僕は政治行政分かってないですからね、まあ、詳しい人がうちのスタッフっていうかの著者で入ったら僕できますけど、自分が著者はちょっときついですけどね、誰かいればできますよ、うん、やった社長さん、私嬉しい、私も嬉しいよね、え付き合っちゃうカタカナ語対応して煙巻くやつね、よくいるんですけど、それはね、僕はすぐ捕まえますよ、それは。はい。アウヘーベンだってドイツ語だしね。ヘーゲルでしょ？ヘーゲルなんてどうせ読んでないよ。僕、だって僕、あの中村慎太郎、東京大学文学部思想文化学科、倫理学専修ゼミはヘーゲルと清沢万氏出ない、清沢万氏とか日本思想、この2つ出てたんで、ヘーゲルカントですね、まあ、こういう人なんでね、なめんなよって話ですよね。加藤さんスケベいいじゃないか、いいじゃないかっつって、君みたいな綺麗な子はみんなに分け与えるべきだよみたいなただのエロ親父みたいなね。はい、東京の GDP は韓国より上らしいから、そのトップってなかなかやる。東京はめっちゃ金持ちらしいですよ、高橋陽一先生が言ってたけど、うん、ねえ、豊洲で移転もね、ひどかったみたい。あ、スパーちゃん、ありがとうございます、本当に。スケベのとこにちょっとね、スケベと言われたいですね、本当ね。で、ボアタブさんがハニトラかもしれないんでね、めっちゃ引っかかりましょう。みんなで引っかかろう、ね。もう、やっぱ引っかかってなんぼですよ、もう。引っかかってから考えればいいですよ、もう。で、なんかね、スキャンダルが出たら、すいませんでしたと。妻には土下座しましたと。これから頑張ります、つって。だって、乙武さんがさ、乙武さんが都知事出んでしょ？ね。やばいよね、都知事じゃねえや、都政どっちだっけ、都民ファーストで入ったのかね。絶対この人は分かってないな、アウフヘーベン。食いつぶしたのマジで、補選かあれ、あ、15個補選なんだ、あれ、それ、ゆり子が出るかもって言ってたやつ？で、僕ね、実は政治全然詳しくないんですよ。でも、あんま興味がなかったんですけど、これを、この機に勉強しなきゃなって感じですね。衆議院ってこと？何？何の補選？ちょっとわかんねえ。乙武さん。みんな聞こう、ゆり子出ないみたい、村木はそうだけど、村木扱い出てこないんじゃない、わかんないけど、もう出たら暇沢さんにやられるのが分かってるでしょ。村木敦子は暇空茜の強さが一番よく分かってると思いますよ。強い者同士だから分かるっていうところですよね。私も政治に興味なくして反省してるっていうね。まあ、一緒に勉強しましょう。ね。僕は政治家全く向いてないんですけど、スナックとかガールズバー好きだし、全く向いてないんですけど、やっぱ、事業を始めたので、しっかりね、稼いで、もうそれは20年後とか30年後かもしれないですけど、ちゃんと日本を託せる人にね、お金出せるようにしたいですよね。そうやって未来が良くなっていくようにお金を使わないといけないし、まずは自分が稼げるように頑張らないといけないんでね。で、お酒さんは何だ？衆院か。あれだよね。立候補者6のやついないんだっけ？なんかね。やだね。大阪王権の検事って反撃されたのかね？謎。知らないけど。よし。じゃあ、そろそろ面白いとこだけでも見るといいと思います。選択肢のある候補者が出てほしい。ね。だから、暇沢さんの開発した選挙法は結構いいと思いますよ。
ね、嫌いなやつを起こすっていうね。イカリちゃん、イカリ限度15個補選、あ、何保守党も出るの、出ないの、15億補選、政治でさ、僕らが興味ない間にさ、やっぱ左翼はそこで力取りたいからすげえ頑張るからね。僕らも頑張んなきゃダメだよね。でもマジョリティはこっちだから頑張れば勝てるんだよ。誰が出んだ、補選どこにあるんだよ。酒井夏菜、立憲民主党、ああどこ見たらいいんだか分かんねえんだよな。高田市の市長がバズってんの。そうなんだ。西葛西の隣の東京地獄。なるほど。飯山あかり、乙武さん、吉川里奈、参政党ってなんだっけ、もう分かんないんだよ俺政治。ちょっと勉強します、一緒に勉強しましょう皆さんでね。政治どころじゃなかったからね。でもこれから日本を良くしていくにはここをこだわらないとダメだね、ほんとね。うん、ホルちゃん、 RTA 覇者と揉めた女性。 RTA 覇者ってなんだっけ。ホルちゃんはね、政治家によくいそうなタイプではあるんですけどね。うん、そうそう、やばいやつを落とすために行くっていうのは本当大事ですよ。もうやっぱり共産、公明、社民、まあ立憲民主がどうなのかちょっと分かんないですけどね。人を見てスカウティングしなくていいと、絶対やばいやつだけ見とけっていうのはやっぱひまさわさんの発明の一つですよね。やっぱすごいよねあの人ね。おたけさんはさすがにあのスキャンダルやりすぎでしょ、本当さすがにやりすぎでしょね。まあちゅうことでこの辺にしようかな。じゃあ皆さんこの辺でお別れにしたいと思います。良い、まだ明日日曜日なんでね、良いね、良い週末を送ってください。私は明日は一日中子供を見ながら締め切りのために1万字書いて構成をしなきゃいけないという地獄の一日になりそうです。なんでネットにはあんま出てこれないかもしれないですけどね。はい、お疲れ様で、おつにしー、おつにしーっていうね。以前の動画で俺たちが言論機関だというのに感動したよと。まあそれは教授としてはね、言論機関じゃないといけないですよね。バーダーさん、スパちゃんもありがとうございます。おかげさま楽しかったです。ジャンピーさんも本ありがとうございます。うわーってどうしたね、おつにしー、おつにしー、おつにしー、皆さんおつにしー、ぬるさんもおつにしー。ではでは、どこで切ったらいいんだっけ。